皆さん、こんばんは。日本よ今討論討論討論2022第772回目の、討論となります。今日はですね、ストンと日本とは何かと、これいろんな意味で政治や、経済、軍事いろんな形で動いておりますけど、最近特に感じるのは、私は運動家でもありますから思うのは、もう一回我々の国の日本というのはどういう国なんだ、あるいはどういう民族なんだ、あれどういう伝統や文化を持ってるんだ、他と違うのか、どこが一緒なのか、こういうものをしっかりとですね、考えてみるいいきっかけになってるんじゃないかという感じがございまして、安倍元総理の暗殺から統一教会問題とかですね、いろいろそれからトランプ大統領の家宅捜索とかですね、ウクライナが今反転攻勢と、これちょっと実はその後またもう一段階があるっていう話あって、ちょっと10月ぐらいになりましたらまた、特集したいと思いますけど、そういう意味ではわけのわからない世界が我々の前に訪れてる。それともう一つはデジタル化社会と言われてますけども、この間皆さんともちょっと話したのは、経済安保をやってる平井さんっていう方と話した。実はそのデジタル社会というスマホの世界とかパソコンの世界とかいうのは、実は我々ともう一つ違う現実が時間と空間を持ち始めて、その世界もまたよく軍事で宇宙というのも入ってきたと言いますけど、我々の現実っていうものが仮想現実までいろいろな形で支配されるような、そういう時代が来始めてんじゃないかと。そういう時ですね、実は今日いらっしゃった竹内さんが、女性のメスはオスを選ぶのしっかり妊娠したら時間かかるから、特に人間は1年2年かかるから、長期的な視野で物を見る女というのはですね、というのはこの本にお書きになってた気がするんだけど、つまりそういう意味での縦軸の見方、先祖崇拝とか子供を大事にしたいとかいう日本人のそういう心根も意外とそういうところもつながってる、そんな感じがあって、特攻隊の遺書が 90% 以上みんなお母さんなんですね。お母さんありがとう、お母さんのために行きたかったかとかですね、いろいろ、そういう意味では日本というものがどういう国かいろいろ考えさせることが今多いと思います。そういう意味で今日はですね、女性お二人の論客もお迎えしましてですね、日本とは何かということをみんなで考えてみたいと思います。では早速、ご出席の皆さんご紹介します。まず動物行動学研究家の竹内久美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、川口満恵美さん、作家の川口さんです。よろしくお願いします。そして評論家の三浦小太郎さんです。よろしくお願いします。そして歴史学者で麗澤大学国際学部准教授のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして作家で予備校講師をなさってます茂木誠さんです。よろしくお願いします。はい、そして文芸批評家の浜崎陽介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうそうそうたるメンバーでお送りします。772回目なんですけども、女性がこの身近なところにお二人座るというのは770回を超えて初めてだと思いますね。はい、これ基本的にあんまり言うとよくないですけど、年齢が上順にだなって、以前関栄さんがまだ若い頃、ね、出た時、浜崎さんのところに座った時、なんで僕はこの真っ先なんですかとか言われて、いや違うんだと、年齢だから申し訳ないけど、つい近くにもう最近関栄さん来て年だねっていう話をしましたけど、そういう順番でやっております。今日はよろしくお願いします。そういう意味で非常に大雑把というかですね、曖昧無垢とした概念ですけど、先ほど冒頭にちょっと言ったように、もう一回私たちの日本とか日本人とは何かというのをちょっと考えてみたい。でそういう意味ではいろんな分野で発言をなっている皆さんにちょっとご意見聞きたいなと思っています。一つ簡単な例を挙げると、私はちょっとこの国っていう人はあんまり信用しないっていうですね、我が国っていうなら分かるんだけどね、この国ってのは司馬遼太郎さんがよく使う言葉で広がっちゃったんだけど、自分と国というものをしっかり対峙されてる、
でも果たして私たちは自分の国や共同体のことを一部と思ってないかと、我が国的なものを、だそのこれは西欧的な非常に考え方の感じがするんですね。まあそういう、簡単にそれで片付けた司馬さんに失礼なんですけども、そういう意味での西欧の場合は個人と世界、こういうものを対比させてみる。でも我々の国はどっちかっていうと、その一部みたいな感じのね、ベースとしてある。それも時間も歴史も時間もみんな一体化した空間と時間の共同体、こんなイメージがあって、私がチャンネル桜を開いたのはそんなイメージから、もう一回日本の、日本とは何かっていうのをここで伝統や文化っていうのを考えてみたいってことで19年前にこうも開局したんですけども、そういうところでありまして、それぞれ皆さんの撮ってる日本、日本、どういうものか、あるいはこういう問題点を感じておられるものをちょっと聞いてみたいと思いますので、まずじゃあ竹内さんからお願いします。はい、いきなり本題に入る前に、はい、私最近やっぱり今あれですよね、日中国交正常化50周年、はい、正常化という侵略とか工作、それ以前から工作ずっとされてきて、はい、ということを書物を読んだり見聞きして考えるにですね、日本という国こんなにもバカなのか、日本には工作されっぱなしで、されたからってその反撃するわけでも、こちらから向こう側を徹底的に調べて工作するんだよ、ひたすら やられてるわけですよね。で私その角田龍翔さんの本なんかここ数日読んでて、もう本当情けなくて情けなくて、もうそこにバカバカバカって10カ所近くバカバカバカって、ここもバカここもバカ、政治家もバカ、みんなバカだなって書き込んだんですけど、でも結局そうすると結局政治家というのは民主社長もおっしゃってますけど、要するに組みしやすい御しやすい人間が立たされて、で抵抗する人間とかは排除され潰されていくと、で政治家はそういう人間ばっかりだとなると、こうチャンネル桜のこうスローガンであるそう、もうクッキーになるわけですね。名もなき人が立ち上がらなくちゃいけないと、もう私はもう今いや日本ってそれしかないと、もう特に最近強く思っています。その工作だから、政治家工作されても一人一人名もなき人たちが立ち上がれば、その人たちいちいち潰せませんよね、そのものすごい数。だからそうならざるを得ないと思うんですけど、そこがやっぱり日本人っていうのはおとなしくて、なかなかそうはいかないと。で、なんでおとなしいかっていうことを後でちょっと時間をかけて論じてみたいと思います。なるほど、はい、そこで動物工学ほど出てきます、はい、ありがとうございます、では川口さんお願いしたいと思いますけど、はいはい、今日のタイトルはなんか日本とは何かってすごいもんか遠大なタイトルで、どこから入っていいか分かんないんですけれど、私が多分ここに呼んでいただいたのは日本にいない時間が非常に長い人間だったからだと思っています。それでその私の体験に基づいたことを少しお話しできればと思ってるんですけど、くしくも今年私ねドイツに留学で行ったんですけど、それから40年なんです、40周年、もうなんか驚くべきなんか長さなんですけれど、それで今思うのは、その日本にいて日本人であるっていう自覚を持つことっていうのはすごく難しくて、日本にいればいたら自覚ってやっぱりね希薄だと思うんですよね。だから日本の長所とか短所も、それから便利か不便とか、そういうのも全部個人の問題としてしか捉えられなくて、日本の実態っていうか日本のことっていうふうには捉えないんですよね。ですから日本の全体像っていうのもやっぱり見えないというふうに思ってます。 ですからこれは実体験でも反省でもあるんですけれど、外国に行くと自分以外は全部日本人じゃないので、そして自分が外に行ったらもう一歩出たら他の人たちから、あ日本人だとか、あアジア人だっていうふうに見られてるっていうことにまず気がついて、そこで初めて意識するわけですね。自分は日本人なんだっていうふうに。でそれが一番 その外国に行った時のなんていうのかな
それが一番 大事なことって言ったら変なんですけど、うん、そこで意識すると始めて、でね、生活し始めるとあっという間にこれまで自分たちは自分は日本で何十年も生きてきて当たり前だと思ってたことが全然当たり前じゃなかったっていうことに気がつくわけなんですね。ですからなんかどんなぼんやりした人でもそれ気がつくから、だから少しはあの日本にいたら考えないようなことも考え始めると、でその一番最初でも日本ドイツに、私はドイツですけど外国に行って初めてこうそこに早く溶け込もうとかと思ってる時ってなんか全然こう批判精神とかっていうのが飛んじゃって赤ん坊と同じで何でも見たらそれを真似するっていう本能的なもんだと思うんですけど、そういう風になるんですよね。だからドイツ語喋ってる人見ただけでもわすごいなって当たり前なんだけどそういう風に思っちゃったりとかして、でそういう時間が結構長く続くんですけれど、で突然やっぱりねしばらくすると気がついて、いやあの人たち別に偉くはないわっていうのが分かってきて、頭のいい人も悪い人もいるし、なんかちょっと違うなみたいな、なんかこの人たち鈍感だし頭悪いしとか思い始める時もあって、そうするとまず反発が出るんですよ、今までの反発みたいな。でそれがまたそれを乗り越えると今度はようやく冷静に両方の長所とかそういうのを見られるようになって分析できるような、まあ、それにまあ5年や10年かかると思うんですけど、そんなふうなことを私は体験してきました。それでここでその時点で反日になっちゃう人も結構いるんですよね。外国にいてなんか日本の悪口みんなと一緒に言っちゃったりする人もいるんですけど、まあ、それは個人の問題だからどうしようもないんですけれど、私はそのやっぱりドイツ人を日本にその間案内したりするようなこともあったんですけど、その時に初めて神社仏閣とか連れて行くんですけれど、自分がそれについて何にも知らないっていうことに思い当たって、あこれはいけないなっていうふうに気づいた時があったんですね。でそれなぜかっていうと学校でそういうの習ってないんですよ全然。で日本のことっていうのは一切習ってなくて、どっちかというと反日教育受けてましたから、うん、それに気がついたのもようやく外国に行ってからでした、うん、でですから昔中学校の私大阪なんですけど、その時に私たちの郷土っていう服読本があったんですね、うん、でなんか泉佐野の方で玉ねぎが取れるとかなんかいろいろ習って、でそれって今でもなんかちゃんと覚えてるし いいことだと思うから、やっぱり今一番必要なのは学校教育で日本のことをもうちょっと神話であっても、うん、日本に対するもういろんな知識をイデオロギー抜きにもう全部教える科目を設けるべきだなと思って、それしなければみんな日本って何か分かんないまんま死んでいくような、そういう感じになっちゃうからすごくもったいないと思っています。まずここまで。はい、ありがとうございます。三浦さん、じゃあお願いします。はい、ですね、私は皆さんと違ってあんま外国に行くこともほとんどないし、実は言うと、まあ、今日は本当個人的な話ばっかりしようと思ってきたんですけどね、本当この1年ぐらいで僕は随分ですね意識が変わったところがありまして、まず僕は日本で今日は運動の話は一切する気ないんですけど、ウイグルの人とか北朝鮮から逃げてきた人とかとそれ多少は付き合ってる方だと思うんですね。それでですね、やっぱり僕それでいろいろ感じたことがあってですね、やっぱり彼らと自分との間でやっぱりどうしようもなくやっぱり合わないものっていうのはありますね。彼らをいかに僕が政治的に応援したとしても彼らの側に立つつもりになってもやっぱりどうしようもなくここはお互いが理解できない、彼らも僕はそう思ってます、うん、ただ今のところ応援してくれる日本人だから彼らはそれを口に出さないだけで、彼らもまた日本人がこれだけやってくれて嬉しいけど、うん、やっぱり自分たちと違うなっていう、うん、僕はむしろその体験が最近やっと分かってきたなと、うん、この1年ぐらいで多少分かってきたかなという感じですよね。今日は竹内さんいらっしゃって多分私が言うのは相当間違ったことをこれから言うと思いますけど、私一時期ですねローレンツっていう動物行動学者はすごく尊敬してたんですよ。で最近なぜか偶然読み直してですね、その中で、全く間違ったこと言うかもしれませんよ、ローレンツさんが何言ってるかっていうと、人間が動物と違うところがあるとしたら唯一累積的な伝統を持っていること、うん、伝統が積み重なっていくことなんだ、うん、動物というのはやっぱり積み重なっていくことはない、うん、
まあ、ゼロとは言わないけどほとんどない、うん、人間は言語によって伝統を累積できる生き物になって、これが人間の最も特殊なところで、これを失ったら人間はもう人間じゃなくなっちゃうんだと。でそこであのロレンス氏が言ってるのは、例えばある、まあ、ちょっとこの例えがいいことか分かりませんよ、そのまま引用しますから、あのクビカリ族というあの民族がいたとして、私たちから見たらその文化の一部は非常に野蛮で危険なものに思うけど、それをなくしたらその文化体系は崩れちゃうんだと。その人たちにとっての累積的な伝統っていうのはそれくらい大切なもので、これを今の西方社会が一番間違ってるのは、この累積的な伝統の中のいいものは残して悪いものはなくせるなんてことをすごく簡単に数量的に考えてるけど、文化体系っていうのはそういうもんじゃないっていうことをおっしゃっててですね、あのローレンス氏の動物構造学はあのもうすでに竹石先生や竹石先生の師匠の日高先生とかがもう学問としては否定してるんですよね。だけど私はこの動物をずっと見てきた人がやっぱり人間と動物の一番の違いは伝統のあるかないかだって言った、その思想自体は僕は今でも生きてるような気がしますよね、うん、でそれもうものすごくあります。であの最近あのモーガン先生の前でこれもまた笑われるでしょうけどね、やっとあのフォークナーという人を読むようになりましてね、僕は最近やっぱすごく思ったのが、やっぱ僕はこれまでね、人権とかですね、あのあるいは日本のこういうところは外国の人にも理解できるとか、そういう普遍的なものっていうものにすごく価値を見出してきたんだけど、やっぱりですね、その民族にしか、その文化体系の中でしかわからないことってあると思うんですよ、うん、結局あのここが一番もしかしたら大事なもので、はい、あの普遍化できるものっていうのはもちろんそれはそれで素晴らしいんだけど、あの多分日本人にしか理解できない何者かっていうのを失ってしまったら、おそらく日本ってものはなくなってしまうんだろうと思うし、はい、あのそれはもしかしたらアメリカもそうかもしれないと思うし、どの国もそうかもしれないなと思います。私はあのグローバリズムに対してはそんな否定的な人間じゃないんですよ、実はね。ただグローバリズムがその文化の中でしか理解できないものを否定することがいけないんであって、グローバルになっていいものは僕は全てなるべなっても構わないと思ってるんです。ただ絶対にグローバルにしちゃいけないコアなものがおそらくどの文化体系の中にもある。それはあのフォークナーの文学にも感じることで、僕が絶対ここは分かんないなってものですよね。今日はあの戦争や軍事の話はしませんけど、例えば僕はあのスラブ主義なんていうのはやっぱりついていけないですよ。だけどあれがないと多分ね、ロシアってのはなくなっちゃうってものがあるんでしょうね、そういった日本のいろんな持ってるものの中にもアメリカの人には到底理解できないものが多分いっぱいあると思うんです。でもそれがもしかしたら一番大事なのかと。普遍化絶対できないものっていうものにもう一回価値を見出さないとこれからの時代はいけないのかなと、まあ、今日はそんなことをちょっと考えてきました。今ちょっと全く関係ないあれだけど、クビカリ族の話で、まあ、台湾とかね、はい、あのいわゆる少数民族でいるっていうんだけど、これ動物っていうかあれから言うとどうなんだろう、日本人も首刈り族じゃないかなと、三条河原に首を晒すとかね、あのみんな首切ってね、あの運んで、あの義経の首を頼朝に見せてとかね、あの必ず首をはねるっていうのはあのそういう意味で晒したりするじゃないですか、三条河原に晒しましたとか、あのああいう一種の首刈り族かなというね、あのいうのがちょっとね、あのどういうふうに見るんだろうって、あんまりその記述を読んだことないんでね。本人確認じゃないですか、うん、ちゃんと本人を。だって歌舞伎でまあ首実験ってあるんですよ、うん、あのこの歌舞伎の首実験はちょっと特殊でして、全部本人じゃない別の人間が首切られて身代わりで出て、うん、でその人を顔を知ってる人が、うん、誰それにそういないって必ず言うんですよ、うん、分かってて。だから写真がなかったから本当にこの人を殺したのかどうか分かんないっていうので、うん、まあ少なくとも歌舞伎の首実験はそうですね、本人確認、うん、でだからもうちょっとその辺のね、今腹を切ることとか、うん、あの首をはねる、まあ、つまり首をはねてやるっていうね、うん、あの解釈でね、うん、ああいうのとかこれどういう感覚かなというね、あの命とかそういうものを見るときね、ギロチンとかもそうですよ、ギロチンもどうだけど、ね、あのただギロチンの場合は安楽死の意味合いが強いと思うんですよ、うん、首刈りに、まあ、まあその話は別に、はい、すみません、今ちょっとね、せっかく首刈り図が出たんでね、まあ僕は余計な例を出したのがいいかな、いろいろ首を切るとか、ね、腹を切るとかっていうのは、うん、よく切腹っていうのはね、うん、
日本の独特のものだというね感じで言われてるんで、また出たらまた話になります。じゃあジェイソン・モーガさんお願いします。はい、日本とは何かという番組の題名、私唯一の日本人ではない人が出て大丈夫なのかと正直に思っております。ぜひと思いまして、本当に恐縮です。はい、日本とは何か、結論から言えば言えません。それが大事なポイントです。正直に今まで、23年前に初めて日本に来て、で川口満先生がたどり着かれた道を、私はまだ半分しか経過してない人間ですけれども、まず先ほど三浦先生がおっしゃったことはごもっともだと思いますし、気づいてきたのはやっぱりアメリカっていうところはあらゆる文化がを理解できるという前提があると。で私がそのような人として日本に来て、1年、長くて2年ぐらい勉強すれば日本の全てが分かると思って日本に来て、23年目ですけれどもまだ何も分かっていないのが事実で、で最近読んでいるシュペングラーを、アズウォルズ、はい、発音ができないですけど、アズウォルド・スペングラー、スペングラーってよろしいですか？スペングラー、日本で言うとみんなスペングラーですか？はい、で西洋という文化は、ファウスト的な文化で、他の文化を支配する、制覇するという文化で、まさにその通りだと思います。で日本に来て、やっぱり文化と文化の間に高い壁があると少しずつ気づいて、日本とは何か、アメリカでは日本を説明する人が多くいて、私はその人の話を聞いて本を読んで腹が立ちます。全てが間違っているんです。そうじゃないですよ。そうじゃないですと、先ほど竹内先生がおっしゃったバカバカバカ、私もバカバカバカと書きたいほどで、いや違います違います、日本はこれかとかこれだとかそれは言えないで、で考えれば日本とは何かというと、日本人ではないかと。でも日本人は何かというと、その人は誰かと一言で説明することはできないわけです。一生をかけて付き合わなければわからないことばっかりです、その相手で。日本とは何か、多分アメリカと正反対で、ここにあらず目の前にあるものではない、だから天孫降臨とか神話まで遡って、日本っていうのは今ここにないです。ずっと昔から流れてきている、何千年も考えなければ日本とは何かと全くわからないと思って、ひと事ではちょっと私としては言えないが結論で、これからまた後で話をさせていただきたいと思いますけれども、国体、最近憲法改正について考えてますけれども、憲法改正は国体について考えている人はほぼいないなと思っています。そうですね。全くそうですね。はい、もう本当に表面的に浅いレベルではこの女王とかこの子、その問題じゃないと思います。はい、日本ってどういうところかとじっくり考えてから憲法改正をしなければならないと思って、で最近面白く読んでいる里見紀章先生ですか、日本の国体とか日本の憲法とは何か、このような本がございます。国体とは何かと最近考えていて、後でその話をさせていただきたいと思います。はい、本当におっしゃる通りだと思いますね。憲法についてもね、はいはい、そこによく表れてますね今の、だから今の日本とか昔の日本とかいろんなもので本当に簡単にこうだっていうのは言えないっていうのはね、本当によく言えないです。考えれば考えるほどそうですよね。はい、はいはい、いろいろまたやってみたいと思います。茂木さん、じゃあお願いします。はい、はい、ちょっと現物が間に合わなかったので、表紙だけ、はい、カメラさんお願いします。
はい、これ戦争と平和の世界史ということで世界の戦争の歴史を書いたんですけれども、最近 の, そのウクライナ戦争がありましたんでそれを書き加えたのがこの赤い方ですので皆様もし書店に両方あったら赤い方が新しい方ですのでよろしくお願いします、はい。で今の門川先生のお話を引き継ぎますけれども日本人とは何か、私はシンプルに考えます。日本語喋ってる人たちですから、門川先生も日本人です。で、実はですね東アジアの国々それぞれ独自の文字がありましてですね、でちょっとこれすごい面白いんですけれどもこちらもお願いします。はい、これがですね東アジアで使われていた文字なんですね。これだけバラエティに富んでいたんですよ、ところが今残っているのは右下の金文字とあと朝鮮文字だけでして、あとはまあウイグル文字モンゴル文字はちょっと消えかかってますよね、ですのでなんでこうなっちゃったのかということだと思うんですね、でそれはつまり他の民族他の文化はですね中華帝国に飲み込まれたんですよ。でその中華帝国に飲み込まれなかったのが、日本列島と朝鮮半島ということなんで、これがなぜ可能だったのかということを今日はですねお話しできればと思っております。はい、はいはい、ありがとうございます。では浜崎さんお願いします。はい、結構最初に大きく話そうかと思って、持ってきたんですけど今皆さん短かったんでどうしようかなと思ってんですけど、ちょっとぐらい伸びてますよ。すいません、なんか僕だけなんかいきなりやっちゃうようで、今ね茂木さんの話とも多分関係していると思うし、あと川口さんが先ほど言ったその当たり前だったことは当たり前じゃなくなるということをドイツで経験されたという話があったと思いますが、ということはですねこれだけではないんですけど、まずはちょっと文化人類学的に大きい視点でちょっと日本というものを考えてもいいんじゃないかなと思ったので、これ有名な議論ですね、梅沢忠夫の文明の生態史観と、文庫になってますけども、そこに書かれている図なんですね。でこれをですね岡本隆先生という東アジア論で有名な先生が京都府立大学にいらっしゃるんですが、その方が結構こう、応用してらっしゃって面白いなと思ったんですよ。でそれをちょっと今日ご紹介しつつですね日本の特殊性というのかな、それをちょっとこう見ておきたいなと思ったんですね。で、この図見てもらったら分かるんですが、その真ん中にあるのが乾燥地帯です。で乾燥地帯ということは結局食い物はありませんから放牧するしかないと、牧畜をするしかないという形で、遊牧民がそこを抑えていく。で問題なのはその下の方つまり南の方に行けばですね、牧畜というか遊牧より以上に農耕ができますから定住するんですね。そう乾燥地帯は定住ではない。でそれから南に行けば行くほど定住になる。で定住していくところのギリギリの線というのが例えば中国とかインドとかイスラム世界、あるいは地中海イスラム世界、あるいはロシア、こういうのってちょうど乾燥地帯と、要するに、温暖地帯の中間なんですね。でということは、中国史なんか見ればすぐ分かるんですが、遊牧民と定住民の抗争に次ぐ抗争なんですよ、歴史が。で例えばですねこれを梅沢忠夫は第2地域と第1地域というふうに分けるんです。で第2地域が、今言った東ヨーロッパロシアですね。で中国インド世界イスラム世界ということになるわけですね。でそれをちょっとこう例えば右上ですね、そこを見ていただくと第2地域の特性になるわけです。つまり遊牧民族と農耕民族の相克と共存の二重性を常に生きているので液性革命なんかもすぐ起こる。で同時にその智者と筆者がじゃあ同じなのかというと違うんですよ、つまり時に遊牧民族が抑えたり時に農耕民族が抑えたりするので文化圏が全然違う。つまり非同質性がまず前提になってくる。そうすると、統治者と非統治者とは違うということになるので階システム、つまり上下のシステムが非常に明確になってくると同時にですね、中国もこれ分かりやすいから言うんですが多民族統治ですよね。そう今だと漢民族合わせても56ですね。で少数民族だけで1億2500万人ですか、それが中国ですから。そうすると結局多民族ということは多民族をこう超えていくような普遍性を持たざるを得ない。そうすると権威主義的普遍性というものを目指さざるを得ないと、そうすると帝国という概念がそこに現れるだろうと。なので中国から影響された日本とかいうことはあるんですが、もちろん文字とかねそういうのもあるんですが全くちょっと文化が違うんですよ。でそれに比べてですねこれ面白いのは実は辺境の部分に西ヨーロッパと日本があるんです。
で面白いのは世界史をずっと見てみるとですね、まあ、ルネサンスというよりは17、8世紀ぐらいからだと思うんですが、西ヨーロッパと日本、まあ、日本はちょっと遅れますが、西ヨーロッパだけがバッとこう復興っていうのかな、あの辺境からいきなりこう世界の中心に躍り出てくるわけですね。それまでオリエントや中国がまあ、なんていうかな、主戦場というか一番中心だったものが、でそれが第一地域というふうに言われている。でなぜかというとですね、まあ、要するに簡単に結論から言うと国民国家を作れたからです。で国民国家を作るということはつまり国民と国家が同質だってことなんですが、なぜかというと、でこの地域はですね、つまり湿潤地域で民族移動がまずないんですよ、ほとんど、まあ、西洋はちょっとありますけど、まあ、日本は全くないですね。そうすると農耕民族による封建制が可能になると。で封建制ってなんか日本で言うとお前封建的だろうとか、なんか古いもののレッドルみたいになりますけど、実はこれがないとですね、知者と非知者の同一性による、まあ、ある循環的なシステムができないという議論があるんですね。つまり上下の双方向性のシステムなんですよこれ。つまり上と下はずっと行き来するわけ。そうするとどうなるかというと、上と下がじゃあまあ折り合っていこうよということで、特にまあヨーロッパはということになりますが、まあ、議会ができますよね。つまり先制君主がお前勝手にやってんじゃねえぞお前戦争みたいな感じで、その国民がもうそれに歯止めをかけると。あるいは裁判もそうですよね。そのまあ被告と、原告がそこで立ち会って、そこでまあどうにかして秩序を保とうとする、こういうシステムが出来上がる。でこれが国民国家形成なんです。で中国もロシアも見たら分かるんですが、つまり国民国家形成できてませんよね。であるいはそのイスラム世界もやっぱりそこで苦しんでる。で今中国が暴力的になっているのは、多民族国家であるにもかかわらず国民国家、つまり同質文化を強制しようとしているところがあるからですよ。そこが今中国の大問題になっているわけですが、そう考えると西ヨーロッパと日本だけが変だということが分かるわけですよ、世界の中で。でかつもうちょっと言いましょう。じゃあ西ヨーロッパと日本ってそれでも違うじゃないかと、まあその通りなんですね。で違うのはですね、やっぱりさっき言った宗教戦争的なものがあったかないかなんです。でヨーロッパはもちろんある、あるということは、国がですね、先制君主がですね、この宗教をお前らその信じろと言った時、いやいや私たちには信じる宗教があるという形で、例えば市民革命が起こったりなんだりということが出てくるということは、基本的に国家と国民との間に緊張関係がやはりおそらく日本よりは西ヨーロッパの方が大きい。そうするとですね、緊張関係をどうにかしてそのまあ処理するための議会とか法とか、そういったものがまあ前面に出ます。じゃあ日本はどうなのかというと、まあ、ちょっとわざわざ書きましたが、つまり日本海で区切られてるわけですよ。そうするとですね、本当にまあ悪い意味でもいい意味でも、まあ、島国なんですね。そうするとこれね、あの緊張関係、つまりは知者と非知者の緊張関係というよりは、国民と、まあ、国家とのですね、まあ、権力者とのですね、話し合いといった感覚の方が大きくなる。そうすると協力関係になるんですね。で協力関係といえば聞こえいいですよ。だけどそれが内側にずっと引っこもっていくとどうなるかというと、慣れ合いにもなるんですよこれ。なので、協力関係であるがいに議会や裁判制度さえも微妙だった、あるいはこう言ってもいい、だから日本とヨーロッパを比べたときに、ヨーロッパはやっぱり法の支配だけど、日本は行政指導ですよね。つまり法の解釈なんですよ、それによってやってる。そうするとですね、やっぱり同質性は西ヨーロッパと比べたって日本のが異様だということが分かる。これはね、多分世界になんていうかな、もうほとんど唯一なんじゃないですか。それぐらいちょっと考えられないぐらいだと。でここでもうあとちょっとだけでおしまいしますが、これを前提にしてですね、この話し合いの関係あるいは協力関係ということを、例えば安倍晋也さんなんかは世間というわけですね。で世間をね、こう定義するんですよ。これ面白いのは、まず5つの要素で世間を定義するんですが、まずお互い様だと、あんたと俺が一緒にいてそこで時間を共有してるねって、お互い様、まあ、要するに同質性ですね。で同質性がまずあった上で、じゃあその同質な関係、お互い様の関係をよく覚えてるっていうことが重要なので、過去の経歴が重要なんですよ。と過去を、まあ、要するに共有しているねってことが2つ目の要素になる。で過去を共有しているってことが2つ目の要素になるんですが、じゃあ過去をよりよく記憶しているやつが偉いということになるので、そこに徴用の序が非常に強く出るんですよ。徴用の序が3つ目ですね。で徴用の序まで来るとですね、過去を一番引き継いでる人間って誰って言った時に、歴史的連続性が圧倒的だってことですよ。やっぱ天皇陛下なんですよ。で天皇陛下であると同時に、これはなぜか天皇陛下がいらっしゃるという神秘でもあるわけ。じゃあこの神秘とある種の時間の共有性ということを引き受けるか引き受けないかによって、排除と差別が出るわけです。で排除差別っていうとね、ちょっとまあ聞こえ悪いけど、まあ要するに排除ですよ、いやあんたはちょっとこう、まあ、違うねと、
私たちはそれを信じてるからこっち側でやっていきましょうねという程度の話です。そういうものが出てきてようやく世間というものが固まってきて、これがですねお互い様というある経験値からある種の超越性まで神秘性までつながってくるんですね。ただ問題はここで最後にしますが、ただ問題はさっき言ったお互い様と過去の共有ということが今できてるかっていうと相当崩れてますね。でこの崩れているところに何が入り込んでくるかが重要なんですよ。ここに崩れてきたら何が入り込んでくるかというと、さっき言った後者の 3つ目、つまりは徴用の序はまだいいですが、まだ経験的だから、でも天皇の絶対神秘化と、もう一つが差別と排除です。これを加速するとどうなるかというと、山本志平がまさに言うあの空気の支配、つまり臨在感的把握によって全てを、つまりお互い様の関係抜きに、いきなりそこに超越性だけボンと置いて、それに、入れられ、そこにこう批判するやつはお前らどっか行けと、でそこをこううなずくやつだけこう囲い込むと。だって今回コロナそうだったもん。コロナで私めちゃめちゃコロナ自粛のこと批判しましたけど、それは別に論理があってね、それなりの論理があってやってるんだけど、もう相当批判されましたから、その時日本人ふざけんなと思いましたけど、でもそ日本人はねそういうところあるんですよ。でもそれは今言ったような性格が背景にあるということを認識した上で、まあ、これからちょっと議論していければなというふうにまあ思ってます。はい、はい、ありがとうございます。まあ、本当に今のねあのお話なんかも非常に刺激的なお話でね、やっぱりよくねいろんな立場で日本のことを言う時、今言った国民国家の話と、やっぱり我々が一番今多分残ってるのは自然国家っていう言い方も、これ西部さんとかね西尾幹事先生とかいろいろ言ってるのは、他の国はまあジョン・ロックとかねまあよく言うそういう国民国家 のあれで、我々の国は自然国家、つまり理念やこのあれで作られたものではないというね、神武天皇以来の発行優というね、まあ、一優というこういう家族のような国というようなねことがずっと言われてきた。でもう一つ非常に、まあ、この間別のところでも討論で問題にしたんですけど、神道というのは日本のね、神道って何って言われると、もうがいさんがさっき日本って何だって言われて、そんな簡単に言えないっていうのは、神道も言えないんですよ。教義もないし教祖もいないし、まああえて言えば神様アマテラス大神とかね。でところがその中で明治の、まあ、その直前に平田篤太とか国学派といわれる神道を国家イデオロギーというね形に持っていって、天皇を絶対神のようなね、あら人神というかね、こういう形に持っていくような、まあはっきり言うと私は日本的なものではないと思ってるけども、そういうものが入ってくる。それからもう一つは明治のなって、それまで聖武天皇やいろんな桓武天皇とかいろいろあった仏教の大変な守護者あるいは信仰者であった神道と仏教を融合させてた天皇の存在が完全に明治の近代化によってね、仏教の要素が全部皇室から排除されたって。でもこれを極めている日本の伝統文化っていうことでね、ちょっと私もちょっと発言させてもらうと今刺激を受けたんでね、一番のね典型的なのはあるドイツ文学者が言ってることで感心したんだけど、正岡子規が芭蕉を批判してるんですよ。こいつろくでもないと、俳句をいろいろ上げてこれはあそこから取ってるとかね、で自分でも配分の中に書いてるんですよ。老いの子踏みとかこっから取ってるとか、いろんなものを本家取りしてるとかね。でだから こういう全然ダメだと、皆さんすごくすわびださびだ芭蕉を高く評価してるけど、近代俳句のね中心たる正岡子規がボロボロに言ってるんでね。ところが一番大事なことは、実はそれをさっき今浜崎さんが言った古いものをちゃんと真似られる、これが実は日本の芸術なんだと。古い芸能家和田彦がね、真似っこができる、それも高度な形でそれを繰り返し繰り返し伝えることができると、芭蕉はそれを単に意識してたんだと。全然真似っこしてごまかしてた本家取りやって盗んでるわけじゃないと。つまりそれが本当の芸術だと、昔からつながったね、はい、そこの感覚がね、正岡子規っていうのは大変な立派な俳人だし歌人でもあるんだけども、やっぱりそこのところのね、そこは今近代の的な批判とね、今言った芭蕉の本来持ってる芸術っていうかな、俳句の芸術のところの違いっていうのがね、よく浜崎さんの話でちょっと刺激を受けたんで、
こういうところもあると思いますね。で我々はそういう目で意外と正岡式的な場所批判のね視点で今日本とかねあの古いものとか伝統っていうものを批判したりしてるけど、お前こそ一番軽いんだよという、あ政子しか立派ですよ私は、それは非常に一つの文学理論としていいと思ってますけど、まあそういう意味でもねあの日本の在り方のね見方、それとあのもう一つ言うと、まあ私のあれで言うと仏教的なもので言うと全てのあれは現象だっていうね、あの極めて日本の場合ね合ってないもの、もっと理屈っぽく言うとねあの量子力学あるけど特定そこの場所を特定できないとか、はい、存在を確認できない、はいはい、こういうような本当にあの人間の存在の根源的なものに非常に自然な形でね縄文から始まってあまりそういういろんな外部のあれを受けなくてねあの良きものが実は残ってるかも分からないというような形で日本に期待してるんですけどね私はね、あの、まあ、そういう意味で日本のあの在り方っていうのはもしかしたら先ほど三浦さんが言った世界標準になり得るようなものがあるかも分からないと思って、あの単なる変わった国の変わった考え方とかね世界観じゃないものをあのでやっぱりね禅が今まずちょっと禅禅かじった人間だけど、あの実は禅座禅の世界は今ねインドから来て中国来て日本来て道元で大発展したんだけども、その深まったんだけど、じゃあ今のじゃあ現在の曹洞宗や臨済宗、まあ、簡単に批判しちゃいけないけれども、実はその思いとかああいうのはフランスとかねアメリカの一部の方がすごいそういう意味でねカソリックの瞑想も含めてあのそういうのが深まってるっていうか、そのというね時間や空間をどう人間が捉えていく、自分の命をどう捉えるっていうのはそこまで結構言っててね、だそういう意味では日本というものを一番知らないのが我々の国の日本人じゃないかっていうねとかあって、まあ、そういう意味でもあの今日のお話今それぞれの方が大変刺激的な話をしていただいたんでねあれなんですけど、じゃあぼちぼち具体的にちょっといきたいと思うんですけど、竹内さんね、あの先ほどあの言いましたけどこの日本人っていうのは、まあ、日本列島でね縄文から一番数千年前からある種の高度な文明というのかな、それと一番特徴的なのは争いで殺しされたりなんかした骨の跡が一つもつまない、奇跡的なその平和の時代をね過ごした DNA を持ってるんじゃないかっていう、なんですけどね、私その前にあの日本人の前に三大人種ってものを考えなくちゃいけないと思うんです、はい、で、まあ、あの動物行動学進化論の世界の繁殖戦略 と, し、うん、とか、子どもの産み方に R 戦略 K 戦略というものがあります、うん、R は小文字 K は大文字で書きます、うん、で R 戦略っていうのは不安定な条件下で効力を発揮する戦略です。不安定っていうのは、まあ、あの食料があったりなかったりとか、で一番大きな伝染病の脅威ですね、伝染病が流行してるかどうか、であの安定っていうのは食料も安定してるし伝染病も流行ってあまり流行ってないと、でその不安定な方であるっていうのは要するにですね、あの子供を産んでも伝染病とか食料なんとかで死ぬことが多いわけです、ね、なので死ぬことを前提に多めに産んでおくんですよ、でもうだからでしかも子供は死にやすいですから、あまり世話とか子供のしつけだとか、うん、教育だとかそういうものにはあんまり力を入れません、入れても死んじゃったら終わりですから、なのであのこちらは質より数の戦略と一言で言うなら、で K の方は数より質、あの産んだら かなり確実に育つので、あのそ多めに産むっていうことはなくて、あんまりなくて、で産んだらその子にものすごく世話であるとかしつけであるとか教育であるとかすごく投資しますっていう、あの2つの戦略があります。それで三大人種を見るともういろんな要素において、あのニグロイドが一番 R 的です。で対極にあるのは我々モンゴロイドで経営的です。で中間にあるのがコーカソイドなんです。でいろんな要素調べて全部そうなんです。あの性的な成熟とか、それから、まあ、あのはい、あのたくさん産まなくちゃいけないから、あのニグロイドの R 的、あのどんどんあの
性手術が早くしてどんどん子どもを産みますし、それから二卵性双生児の出現率も非常に高いです。いっぺんに1回に2人ね。一卵性双生児は人種によって差はないんですけど、二卵性となるとものすごく差があります。例えばですね、1000組の出産でモンゴロイドは4組、二卵性4組までしかありません。コーカソイドは8組ぐらいま で、ニグロイドは16組以上あります。でこれ民族によってもっとすごい数値もありますというように、ものすごく違うわけですよ。でそういう戦略です。でなんでこう出たかというと、先ほど言いましたように、この三大人種で実は我々モンゴロイドが一番安定した特に伝染病の脅威の少ないところに過去何万年と住んでます。でニグロイドが一番脅威のすごいところに住んでます。でコーカソイドが実は真ん中で、今国を分布を見るとコーカソイドが一番こう寒い気候のところにいる感じしますけど、もっと長いスパンで見ると実はモンゴロイドの一派が一番最後の氷河期の一番寒い時にシベリアあたりにいたと。この影響が強くて、実はモンゴロイドが一番経営戦略的なんです。子供を投資をする。だからね、イザベラ・バードが明治を始め日本に来て、日本人世界で一番子供を可愛がるって言いましたよね。あれはそれで そうなんだって思って喜んでるんじゃなくて、これは要するに彼女から見たらモンゴロイド我々は一番経営的だから子供をすごく可愛がるし世話す、だから単に撫でるだけでも子供の発達を促しますし、脳の発達がいろんな体験させるって彼女書いてますね。で一緒に遊んでやるとかも言ってますね。それみんな投資してることなんです、子供に。なんでだから我々モンゴロイドは日本人モンゴロイドですから一番子供に投資します。そしてそれプラス先ほど浜崎先生のお話もできたように、島国ですし、その侵略、ね、大陸のようないろんな侵略、人の出入りとかなかったですから、ますますこの子供に投資したりすることに意味があるわけです。そういうふうに私は日本人を捉えるべきじゃないかなと。それでさっきのなんでおとなしいかっていうあれですけど、そのさっきのニグロイド、モンゴル、コーカソイド、モンゴロイドの全てこの順で出てくるっていう話で、生体験とか二卵性双生児もそうですし、妊娠期間の少なさもそうなんです。であと攻撃性衝動性もそうですし、それから長期にわたってものを考えるかどうかとか、そういうことまで実はその順なんですよ。なので我々がその攻撃性とか衝動性が少ないのは、まずは経営戦略から来ていますし、それから大陸から離れた島国で、そんなにね侵略とかなしに、それ人との付き合いが長く続いたわけです。そういう場合は裏切ることよりも、また別の理論であるんですけど、裏切るよりも強調して、一回一回の利益は少ないかもしれないけど、ずっと強調し合いながら長く付き合う方が裏切ることよりもずっと得、長い目で見ると得と、そういう戦略が有効なので、私たちはまだそれで来ていると。だけれども今そういう時代じゃないです、ね、中国から工作受けとかいろんな国から工作受け、だからこの時代にやっぱり日本人っていいですねってこう終わっちゃったら絶対ダメで、こうなんとか巻き返さなくちゃいけないんですけど、そこに我々はその立ちはだかってしまうんですね。こう長い間に淘汰を受けて進化させてきた性質っていうのがね、でどうしたらいいのかと。いや今ねちょっと言われたことで言うと、戦後我々が敗戦をして昭和でこう、一応経済大国って、ね、言われるところまで来たけど、今もう30年ぐらい経済成長もない、むしろ縮小して開発途上国化してるという、知的なレベルもどんどん下がってる、こういうのを考えた時、もうちゃんと戦後ということから完全に日本のね、今まで昭和が持ってたような日本ももうなくなってる時代にもう入ってんじゃないかっていうね、そこを我々勇気持って見つめなきゃいけない。日本日本つってるけどもね、本当はもしかしたら全然様変わりした状態の地域が日本語喋ってはいるけども、生まれつつあるっていう、あるいは生まれさせられようとしているというね、こういうようなこともね、今聞くとね、あるんじゃないかってね、ちょっと気がするんですけどね。そういう意味では
ちょっと聞いてみたいと思います。どうですか。今日今一周お話聞いてるだけでなんかいろいろ思いついたこととかがいろいろ出てきちゃったんですけれど、ちょっと自制して絞っていくということもいますけれど、今ね子育てのことを竹内先生おっしゃって、で日本人っていうのは昔からすごく大切に子どもを育ててると、それって明治時代に来た西洋人たちが書き残してるんですよね。すごく子どもに優しく一生懸命育てて、でそれはだから確かなことだと思うんです。で今ねなんかその子育てっていうのが今日ちょうど今日私現代ビジネスっていうオンラインの雑誌はい、ウェブマガジンで今日書いたんですけれど、一つ本を紹介したんですよ。でその本は、はい、私今年読んだ本の中では一番啓蒙されたっていうかこの本なんですね。ママがいいっていう本で、でこれはこのことをお話ししようと思ったから今日持ってきたんですけど、子育てっていうのが今日本でもう大変なことになってると、今歯止めをもうどうにかしてそれを食い止めないと大変なことになると、うん、で私子育てって今例えば女の人が仕事と家庭を両立させるっていうのがそれが素晴らしいことだと、そうなあらなくそうでなくてはいけないみたいな、そういう雰囲気になってますよね。でそうする人がいいんだと、うん、だけれど私それ全然反対しないし、うん、日本女性っていうのは子育てだけじゃなくて他に能力もあるからそれを発揮したいと思ってる人がそれをできる世界っていうのはそれはそれでいいと思うので全然否定しないんですけれど、でも子育てを自分産んだらしばらくは自分で子育てをしたいっていう人のもそれもできるような社会じゃないと私はいけないと思ってるんですけど、今特にドイツなんかだともうそれってねその選択肢がもうないような状態なんですよね。だから特にエリートになればなるほどもう妊娠しました、妊娠するところでまずすごくみんな考えると思うんですけど、そうしたら仕事がダメになるかもしれないとか、でも妊娠しました、そしたらもうお腹にいる間からちゃんと預かってくれるところっていうのを探して、それでもうみんな産んだら預けようと思って産むわけですよね。でも産んだ後でなんかおっぱいあげてる時になんかすごいなんかこれもうちょっとやりたいと思ってる人ってねたくさんいるんです。私何人も知ってます、うんうん、だけど結局それはこの社会の流れみたいなのに抵抗できなくて結局おっぱい止めてそれで働きに出るっていう風になっちゃうんですけれど、うん、私はそうじゃなくては家にいるっていう人がなんか遅れた人みたいに思われないような、うん、そういう選択肢も残すべきだと思ってたんですね、うん、でもそういうことを言うと本当になんか遅れた人に思われるわけですよ、うんうん、で例えば今起こっていることっていうのは日本ではもっとなんていうのか悪い方向に進んじゃってて、それをこの人がすごく警鐘を鳴らしてるんですね。言ってるんですけれど、11時間保育っていうのを今標準にしようって言って政府が言ってて、で11時間ってことは預けてる間に1回見てくれる人が変わるわけなんですよね、うん、で2人目は別に資格持った人じゃなくてもいいっていうことなんだそうなんです、うん、でそういうことをたくさんしている市町村っていうのが子育てをしやすい、うん、市町村っていうようなイメージが作られてしまってて、でこれはもう今まで の長い歴史の中で、うん、母親と子供がこんなに長い間毎日引き離されるような、うん、そんな時期は今まで一度もなかったって言うんですよね、うん、日本の歴史の中でね、はい、うん、それで私がそれであともう一つすごくショックだったのは、保育っていうのをここに一つあるんですけど、ちょっと読むと、そういう保育所を託児所みたいなこれからもっともっと必要だっていうことで、うん、それをやる人をインターネットで調べて、私ちょっとすることないからこういうのお金あるからこれでやってみようかしらみたいな人のための、うん、
こうあのアドバイスみたいなのがあるらしくて、そこには、うん、その何からどう始めていいか分かんない人とか、保育園経営などに全く興味のなかった人、不安でいっぱいで何をしていいか分かんない人でも、このマニュアルを見たらちゃんと保育所は託児所を作ることができますよみたいな、そういうマニュアル書みたいなのが出てると。でそれと、とんでもないことじゃないかっていうようなことを言ってて、うん、で私もそれも思うんですけれど、ここのところからなんですけど、子育てって時間とかお金を今自分の利益になることじゃなくて、ずっと先の先にの将来に託すのが子育てだと思って、日本人というのはそれをずっとやってきたし、他のところだってやってきた。で女の人が子供を女しか産めないわけで、産んでおっぱいをあげるのも女しかできないんですけど、それをしたからって今までね、それは差別だって感じた女の人って絶対私いないと思うんですよ。で今だっていないと思うんですよね。でもそれがなんかいけないことみたいになっちゃってるっていうのがすごくおかしいなと思って、でこの単なるその今はお金とか時間っていうのを今使って、それが労働力ですよね。労働だから政府のやってることっていうのは子育てとかいろいろきれいなこと言ってますけれど、そうじゃなくて労働対策みたいな、労働力をあの女の人の労働、そういうことだって言って、だからそのにあのいつも水島さんもおっしゃってますけど、日本の時間軸の長い中で子育てっていうのが今なくなっちゃってて、今のお金とそれからまあ時間とかっていうのをもっとみんなでうまくやって、あの子育てっていうのは、まあ、人がやればいいんですみたいな、自分でやってたって役に立たないみたいな、そういうような風になってるのが、これこそが日本らしさがすごく失われてる、ね、危機的状態だと私はこの本を読んで非常に思いました。そうですね、まあ、これ前うちも取り上げたことあるのは、今、まあ、ちょ5年前ぐらいか3年前かちょっとあれですけど、保育所でね、一人の幼児というか子供を預かる費用は国から出す税金は30万ちょっとなんですって、うん、でだから2人預けると60万入ると。でも、もしそのお母さんにその30万あるいは15万でもいいから渡せばね、月に。そうするとお母さん働かなくても15万の手当でその税金でね、2人分のお母さんが子育てに専念できる。2人産んだら30万、3人産んだら45万毎月入ってくると。それでも半分税金を安く、まあなんていうの、使わなくて済むというね、こういうような話で、とにかくだから労働力を確保したいというね、女をとにかく労働者としてしか見ない方にね、よく子供を産む機会とか言って批判されたって言ったけど、一番それを実際ね、子供を産むっていうこと自体もね、ユーズ論的に考えてて、確かに妊娠してから1月10日とあと 1,2 歳とか3歳までいくと 3,4 年トータルでやっぱり子供に関わらなきゃいけないのがある。でも人生のうちのまあ80年としたらまあ平均でね、その中で3年ね、こういう次の世代のものをこうなんていうの、想像するというか関わってねやるってことの素敵さっていうことがやっぱり全然伝わってないからね、別のことやって働いてもいいよと、金稼いでもいいよというね、そういう状態になってますね。お金だけでもそういうことね、今言ったように間違ってますね。根本的に日本の子ども政策っていうのはという感じしますけどね。どうですか？すみません、はい、ちょっとこのね、ママがいいっていうこのタイトルなんですけど、これは1歳2歳とかになった子を託児所に連れてって、最初やる時にお母さんが帰る時に嫌だって泣いて、ママがいいって言って叫ぶ声なんだ、うん、そうなんですね。っていうのは、あなたのそのお母さん、あなたの今日今までやってきたことが良かったんですよっていうふうに取るべきだと、うんうん、で0歳児で預けたらもうそのママがいいということさえ、この言葉さえなくなりますよっていうのがこのタイトルなんですよ。いいですね、素晴らしいと思います。うちに出てた子育て支援塾っていう講座やってた、もうなくなりましたけど、田島先生はもうその小さい子が赤ん坊が生まれてまだへその緒ついてる状態でも掘り出しておくと、もう這いずってくって言うんですよ、上がって、それでおっぱい飲みに行く。だからその時もそこからもうお母さんの匂い、お母さんの息遣い、お母さんの鼓動、お母さんの
ここへね全部そうやってそれ世界はそういうもんだってやるから、いかに3歳ぐらいまでの子供が世界に対してこう愛情を持つとかね、あの親しみを持つかとかね、世界観全部決まっちゃうから、こんなだからみんな冷たい子供って生まれる可能性ありますよね、幼児のね11時間もお母さんから離されてたらという感じしますけどね。日本はそれあったですね、うん、一応。それともう一つはあのさっき言ったように、私も別の本で読んだけどおっしゃるように世界で一番子供を可愛がってる国だっていうね、あの近所でも何でもね、みんな自分の子、あの もっときついこと言うと、あの予売とかなんかの村でねやってても誰かの子だか分かんないけども、その女が産んだらその亭主が一応親父になるっていうね、そういう形であるとかね、いろいろこう面白いね、あのみんなでこう育てるというね、まあ間引きもあったんですけども、実際はそういうことがあるというね、子供に対するあれっていうのは本当に日本の場合そこも変わっていってますよね、本当ね、今危ない、うん、まあちょっと忘れてましたけど、あの浜崎さん、これちょっとあのどれだったかな、これか、あ違う、ごめん、浜崎さんこれかな、多分小林のやつなんで、オレンジ色ですね、これ、はい、それです、この本ですね、ちょっと今忘れて失礼しました、この本ですけど、小林の人生論、浜崎陽介著ということなんですけど、 NHK 出版新書、これがですね山本七平奨励賞に受賞しました、ありがとうございます、すいませんこんなところで、はい、ということでぜひ、あ贈呈式11月15日と、そうですね、はい、賞金100万円と、ねえ、そんなのバラされちゃまずいのかな、まあまあでも、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、というのはちょっと一応言っておきますけど、あのこれよくね、私の時に一番思い出すのはスポック博士の育児書っていうのはね、うちの若い頃出た、あれは子供はすぐ話さなきゃいけない、自立をさせるためには子供をね別の部屋に置いて、あのお母さんがほんなそれから抱き癖が一番良くないって言ってね、あの甘えん坊が生まれるだけだとかね、全く無事なことやってましたね、めちゃくちゃですね、今思うとすごいですね、頭でだけで考えたんですよね、でしょうね、なんかね、ただあれすごいベストセラーになったんですよ、ですよね、これで結構真似してたね、日本人のお母さんもたくさんいたのかもしれないですね、まあ、というようなことです。つまり人間関係をね、あの日本人のに人と人との関係をどう見るかっていうのは、多分私はその特攻隊のあの遺書の 90% がみんなお母さんお母さんの見るとね、やっぱり本当はお母さんが世界をその日本人のね あれ作ってる、それであのいわゆる封建時代と言われた時もやっぱりあの江戸のお母さんの強さっていうのは結構江戸時代のいろいろ調べるとね、表面上は旦那が一応親分だけど結構強いですよね大奥なんてのはちょっとその垣間見ることができる女の強さですけどね、あれ西洋にはそういうのって本当あるんですかね、そういう、はい、モガさんどうですかね、あのいわゆる加賀殿下というかね、あの女性が結構引いた形だけども、はいはい、実はあのうちもそうだったけど、はい、親父は全部 給料というか収入は全部女房にやって、はい、というね、それが意外と今もうなくなってきてるでしょ、結構シェアし合ってるとかね、男女はそうです、今はかなり違ってきてると思いますけど、はい、私があの幼い頃父親がほとんど家にいないことが印象的で、はい、ほとんど母があの幸いあの保育園に行っていなくて、母がいつもあの言ってくれて、でスポック博士半分ぐらいあの泣いてても一人で自分の部屋で泣いていると、あのそういう覚えがあるんですけれども、その、あの、まあ、なんて言いますか、その一方であの母によく可愛がられているという覚えもありまして、で日本に来て初めてあの子供が母と父と一緒に寝ているということを初めて見たんですよ、うん、であの岐阜のホームステイ あのところで少しずつあのこう親しくなって、でその小さな子供があの JJ と呼ばれてるんですけれども、うん、JJ と寝たいと、
すごく抵抗感がありまして、いやいやそれはごめんなさい、それは向こうで犯罪ですと、正直に変な話でも考えたら私の偏見が妨害、それだけで非常に自然なことじゃないかと思って、で今考えるとそれほど自然なことはないなと、とても美しいことになっていて、でアメリカの子育てスタイルを考えると非常に残酷だと今思っております。一人で泣かせるってそれはちょっとできなくなっていて、日本の方がいいなと思っております。そうですね、さっきのコーカサイドとモンゴロイドとね、ミグロイドのね、はい、とてもいいことです、はい、あともう一つのいい点は、小さな子供を持っている友達とか家族の一員はその子供が泣いていると多分アメリカではうるさいと多分それだけ考えているんです、うん、親が、うん、いやうるさいうるさいということだけで、でも日本で驚いたのは日本で親が耳を貸して何が問題ですかと、うん、ちゃんと話を聞いてその子供にも心があるという前提で、それを初めて見たら感動しました、うん、確かにうるさい、泣いていて黙ってほしいんですよ、でも理由があるわけです。で聞けば教えてくれるかもしれない、その子供の心を大切にしている親の姿がすごいなと思いました。ということは水島社長の話にもつながるかと思いますけれども、まあ、共同体という連帯感がありまして、まあ、みんな人間ですという何と言いますかね、子供でも、言いたいことがあるということ、変なふうに差別はしないで一人で泣いてくれではなくて、あなたにも言いたいことがあってそれを聞きたいというのが日本に来て印象的になりました。だから、まあ、私なんかそのまあ、いろいろ体罰の話とかね出るんだけど、体罰実は石原慎太郎さんとか桜井よし子さんとかね、昔戸塚ヘッドスクールの人が会長で、私もこうやってくれっつって体罰の会ってあって、ね、考える会っていうのがで必要だという、はい、いやもちろん虐待とは違う形でね、はい、子供はだから叱られる権利があると、はい、叱られる権利があると確かに親からね、でそれと同時にもう一つ今おっしゃってたなんで泣くんだっていうね、はい、いうことを聞くというね、はい、そういう2つ、子供は開発途上っていうね、開発っていうとおかしいけど途上の人間だから、はい、それはある指導やいろんな形のあれが必要なんだけど、もう極端に言っちゃうんですよね、はい、子供には権利があると、子供権利条約なんて言ってね、はいはい、だからそういう状態の中で日本がその無批判に今そういう国連のね、はい、子供条約とか何とかっていうのを受け入れてきてる、もっと知恵はもっと我々の民族はあったんじゃないのと、子供とかそういうのにという気がしてるんですけどね。追加に一つよろしいですか、はい、先ほど川口満先生がおっしゃった、初めてドイツへ行かれて赤ん坊という私も同じでした。初めて日本に来て私も赤ちゃんという意識で何も分かってなくて、でも先ほど茂木先生がおっしゃったこと非常に嬉しくて感動しておりますけれども、もうがもう日本人ですということ家庭ながら実はそういう意識で毎日を送っておりまして、訓練中日本人というか研修中そういうバッジをつけたいです研修中日本人ということで、まだ赤ちゃん半分でまだとんでもないミスを犯す人間ですけれども、そういうミスを犯しても相手が私のことを笑うのではなくて、まあ、とにかく理解をしてくれることがほとんどです、うん、それが日本の大きな長所で、排除的とよく言われていて、でも私は変な話外国人と付き合うのがあまり好きじゃないですよ嫌いです、どちらかというと外国人の友達はいるんですけれども、
その友達は必ず日本好きの外国人のみです。なぜならほとんどの外国人が日本を叩いているので、うん、それがとっても嫌で、うん、私がそれを排除したいと。でもしかしたら日本人がそれを排除的になるというのはそれじゃないかと、上から目線です、ね、そうなんですよ。それ私を排除したいなんです、うん、輪を乱しているというか、ちゃんと排除している理由があって、私も思い切って排除してます。そういう外国人の、うん、悪いことではなくて、日本って宝物ってそれを守りたいという意識ではないかと半分今、うん、思っております。そうですか。いや、その通りだと思います。だからさっき言った世間の中の重要な要素に排除ということがあったので、はい、それを否定するつもりは全くなくて、はい、むしろそれによって今おっしゃった調和とか和がまさに保たれるわけで、はい、ちょっと話ついでに言っちゃいますけど、今までそのお母さんお母さんの話から多分今の話までつながってきたと思うんですけど、はい、こうお話を聞いてる時にそれその通りだなと聞きつつですね、じゃあいつこれがなかなか壊れ始めたのかなということも同時に考えてたんですよ。でちょっと話ついでに話すんですけど、これ面白いなと思ったのは江藤淳という文芸評家が、はい、例のね成熟と喪失っていう本を書いてますね、市長なのかな、でその中の副題が面白くて、あれ母の崩壊なんですよ、うん、と、もう一つは成熟という問題もあるんですけど、母の崩壊っていうのは面白いのは、それ小島信夫の確か抱擁家族っていう小説をですね、うん、主題にして書いた本で、批評で、であれどうなってるかっていうと、つまりお母さんが母がですね、女性がですね、やっぱ個人になろうとしていて、でそのことによって家庭の中の、男女平等夫婦別姓まで行くのかどうかは別ですけど、そういう感じ感覚です。その中でだんだんその母が壊れていく。で江藤淳はそこに伝統の火を置いてるわけですよ。つまり伝統的土俗的な日本人の輪が壊れていく。その中で父だけ孤立しちゃって母が死んじゃって、で結局もがき続けて終わっちゃうっていう、ただそれだけの小説なんです。で面白いのはそこからですね、ちょっとまた数年経って、数十年かな経って、富岡妙子という小説家がですね、女性ですけど波打つ土地っていうのを書くんですよ。でこれ面白いのは なぜ面白いかというと、江藤淳がさっき言った小島信夫の抱擁家族を論じて、で富岡妙子のこの波打つ土地のことを加藤典弘という、また文芸評価なんですけど、これが論じるんですよ。その副題がね、塾と崩壊なんです。つまり苦を受けて崩壊していくんですよ。で面白いのは小島信夫のレベルだと、これ1950年代から60年代ですけど、これまだね経済成長とかいう形での外からの母の崩壊なんですね。外からのこう波に揉まれてて飲み込まれていく感じです。だけど80年代になるとですね、女は自分から自分の自然を裏切り始めるっていう小説なんですよ。それを富岡妙子が書いてるわけ。だからあれ女性が主人公ですけど、まさしくね自分の身をどんな男にも売っていくような女が知識人インテリとして書かれていて、それは良くも悪くもなんです。価値判断そこに入れてないんだけども、それを加藤典弘がだからそれは軸とまさに崩壊なんだと。ここまで実は80年代で来ちゃってる。しかも80年初頭ですから、高度経済成長終わったあたりで我々はもうすでに母的なるものの感覚をそこまで失っていて、とはいえまだ民衆の中には庶民の中には子供がいれば可愛いなと、でそれはもうチュッチュもするしみたいな感じが残っていて、ただそれはインテリさんからすると、いやなんてなんかこう恥ずかしいことという話になってて、ここを折り合わせるとか、あるいはその庶民の感覚を言葉にすることがなかなか難しかった。それでここまで来てしまって、なかなかもうちょっととつきにくいところというかな、こうどう出ていけばいいのかがちょっとわからないところまで来てますけど、そういう感覚をまさに和としてね、培うところでの排除の問題もそれと多分組み合ってくると思いますね。まさに、本当にその通りで、その教育自体もね、そっちの母っていうもの自体を強調しないようにしてるよね、女性にはいろんな顔っていうか、生物学的に言っても子供を産めるとかね、いうのあるじゃないですか。そういう俺は男には絶対できない、こういうようなことと、それと子供を育てるというね、俺もおっぱいをあげてね、少なくとも幼児まではいろいろことをね、自立するためのあれは全部お母さんだから、いくら男がやっても無理だからね、これはそういうような基本的なことを全然教育で教えてこなかったしね、今言ったその80年代でそこまで来たっていうね、
だから女であることっていう、まあ、セクシュアルなものを含めて母であり、あるいはもう一つ言うと妻っていうね、うん、この問題をみんな全部解体、うん、今日本の中で一番だから私日本がそういう意味で西欧の近代というかその一番現代的なね悪いものの実験場になってる。最も伝統的なそういうものがあったのを家族とかいろんなもの伝統も含めて、あの正直な話これあんまり言いたくないことですけど、あの皇室のねあの、まあ、いわゆる皇室の家庭像というのかな、はいはい、あの我々はねこういう中でもうバラバラにされようと思ってありとあらゆるとこから今ありことないこと ないことばっかりだけどほとんど批判をしてね、あのいわゆる日本の 最後のいわゆる長い時間がつながってきた一つの家というのかな、家族というかあの天皇というか皇室の皇統をねもうあの貶めてね解体しようと、これではっきりと解体するあの完成するっていうか、もしあの女系天皇みたいな形でねあの皇統が断絶すればね我々の国はもう最後のもうあれを失って、日本という日本語らしいものを喋ってるいろんなやつがいるっていう。でもやっぱりさっき茂木さんがね日本人っていうかあの日本語喋るやつっていうね言ったらものすごく大事な話だと思うね、これ日本語っていうことがあのなんですけど、どうですか聞いててこの皆さんの、あの今の茂木先生の添い寝というのを日本で初めて見たというのはちょっと衝撃的なお話 で、うんうん、でやっぱりあのうちの母も添い寝してくれましたし、その子供の時赤ちゃんの時にそのお母さんにこう抱かれて眠るっていうのはものすごい安心感で、それが多分その人間としてのこの精神の安定性に多分つながると思うんですよ。それを泣こうがわめこうが話しちゃうっていうのは多分その子供の精神の一番奥底に一種の軽い傷をつけて、でその不安、存在的な不安を持たせて、でこっからは飛躍ですけども多分そこにキリスト教が入ってきたのかなと思うんですよ。でちょっと思い出したのはあのフランスの歴史家で、フィリッパ・リースって人いて、子供の発見って本書いてますね。でつまり中世そのカトリックが合致した時にはその子供がいなかったと、いなかったっていうのはその子供として扱わずに全くの大人、小さな大人としてもうどんどん仕事させてですね、だからその抱きしめるとかなかったというそういう論考なんですよね。だからそのキリスト教の力が弱まった近代になって多少ヨーロッパ人はその少しまともになったのかなと、ね、今思いました。でもまだ今でもそういうことがあると。面白いですね、うん、確かに、まあ、今言ったそのお母さんとね今あの 西欧の人たちのあれというのはさっき育て方がいろいろあるじゃないですか、あのたくさん産んで生き残りを待つやつと、はいはい、ね、その、はい、それで言うと我々モンゴルは一番子供を可愛がり投資するわけです、うん、その投資っていうのは可愛がるもそうですし、あのしつけもするし教育的投資もするし、いろんなこと、まあだからそのしにくいから投資のしがいがあるわけです、うん、なるほどね、だからそういうとコーカソイドはモンゴロイドよりはあんまり子供を かわいがらない、うん、R の、まあ、R 戦略と K 戦略の中間ですから、うん、モンゴロイドもいろいろいますからね。まあそうなんですよね、あのアメリカの初代駐日公使のタウンゼット・ハリスって人があの希望法の東側でこれほど幸せな人たちを見たことがないって日本人のこと書いていて、うん、希望法の東アフリカ、つまりアジア全体で、アジア全体、で特に農村の人たちが本当に幸せそうで、うん、子供たちが本当に可愛がられてるってそれびっくりしたってハリスが言ってますからね、うんうん、そうですね。三浦さんどうですか、はい、この、まあ、ちょっと女性と子供の話になってる、はいはい、私はですねあの、まあ、竹内先生のようなそういう生物学動物学的な知識はないからあの間違ってるかもしれないんですが、私はやっぱりそのそれ以外と江戸時代に結構培われたものが大きいような気もするんですよね。あの、まあ、それも証拠出せって言われたら出せませんが、あの200数十年にわたって事実上戦争というものがなかった、あと、まあそうじゃないっていう人もいますが、まあ極めて鎖国に近い状態が続いた、その中でできたものというのは私非常に大きいと思っているんですよね。僕はそれいいとか悪いとかその中には悪いものもいっぱいあるんですよ、僕はそう思ってますけど、全てが正しいとも思ってませんが、
やっぱり私はおそらくですね、モンゴロイドの一般的なものの中でも特に日本で強調されたのはやっぱり江戸時代の200数十年というのは大きかったと思います。でそしてですね、もちろんさっき先生のおっしゃったことでふっと思い出したのが、モンゴル人の人たちが言うですね、私たちは絶対に孤児というものを作らないと、モンゴル人は遊牧民で戦争をもちろん皆さんおっしゃるようにしますので孤児は生まれるんですよね。必ずそれは誰かが引き取る、まあ、一方でモンゴル人はひどいことをいっぱいやってるじゃないかツッコミはちょっとこの際なしにしてですね、でその実際に中国で余計なこと言いますけど大躍進でたくさんの餓死者が出た時に内モンゴル、まあ、彼らに言わせれば南モンゴルは何百人か のいわゆる中国人の孤児を引き取ってるんですよ。でそこで その時にその共産主義者のモンゴル人のリーダーが何て言ったかっていうと、実はモンゴル人の中にも非常に狭い民族主義者がいてこれに反対したと、なんで他の民族を入れるんだと、あの子供たちはみんな可愛く育ってみんな馬に乗ってるじゃないかと、馬に乗ってモンゴル語を喋れればみんな立派なモンゴル人だと、馬に乗れないとダメなんですねそれはあるんですが、陽先生がそのことを、まあ、それは陽先生の孫受けです大体僕のモンゴルは大体陽海先生の孫受けです、まあ、それはともかく何が言いたかですから、さっきのモンゴル人の話は分かるんですが、やっぱり私はですね、それが非常に江戸時代の200数十年というのが僕は良くも悪くも日本人の中には非常に強くあって、で私別にそれが偉いとか偉くないとかじゃなくてですね、特に外国人 の明治期に来た外国人が驚いたのは子どもたちがすごく大事にされていることと、あと動物が大事にされていることな。なるほどね、まるで馬を追う、例えば馬でね荷物運んだり乗せて運んだりする人が馬を本当に家族みたいに扱うと、これはヨーロッパではありえない、はい、ということを言っていて、これは、まあ、それはやっぱり僕は江戸時代というもちろんいろんな矛盾はあったけど平和な時代がですね作り出したいろんな文化というのはあって、僕はあえて極論言うとですね、憲法9条とかを日本人が間違ってるかもしれないけど、なんとなくやっぱり平和で世界中が平和ならいいなって感覚っていうのは、僕はその江戸時代の影響ってどっかにあるんじゃないかと、単にアメリカに押し付けられただけでこんなに御所を大事にしないと思いますよね。だから弱点でもあるんですよ、弱点すら分かった上で言ってるんですよ、そういうやっぱり鎖国の260年の平和っていうのは相当日本人の精神にやっぱり影響を与えてるんだろうと思うし、まあ、それがまず一つと、さっきの子どもの話に関して、教育の話に関しても全くそうだと思うんですが、おそらくやっぱりそれは260年平和が続いた日本の中でモンゴルの中でもかなり特殊な環境ができたんじゃないかと。やっぱり戦争がしょっちゅうあるところでやっぱり子どもそこまで大事にするいとまもないような環境ってのはあるはずですから、やっぱでこれに関してはですね、また人の偉い人の言葉を引用して自分正当化するようなんですけどね、もうある意味ではバリバリ左翼のですね、吉本龍明さんという方が、子供というのは生まれてからしばらくの間は絶対母親が育てなかったら社会持たないんだと、それを企業に奪い取らせるなんてのはとんでもないことで、左翼はむしろそれ反対すべきなんだっていう言い方をしていて、それはやっぱり人が吉本バナナとかああいう子供を育ててたから分かるんだと思うんですよでそれとこう実際今ジェンダーフリーって言葉ありますけど、もともとジェンダーって言葉を言い出したイリーチっていうのはむしろあれ肯定的な意味で使っていて、全ての人間が資本主義や近代の中では全部労働力にされちゃうんだと、男も女も同じ労働力にされちゃう、そうじゃなくてもともと人間の持っている男性性女性性っていうものはやっぱりそれは根本的に守らなければいけないもので、資本主義によって侵食されちゃいけないし近代によって平均化されちゃいけないんだっていうことを言って、それまでは結構左翼の中で人気のあったイリーチっていうのは、それから上野千鶴子さんあたりからもう気違いの反動だとか、ちょっと今放送禁止を言いましたけど、まあ反動だとか言われて否定されていくわけですよね。だからやっぱりそれは日本だけでなく本質的に人間の歴史というものをちゃんと考えている人にとっては自明の理だったと思うんです。ただ今の現実の中でどうしたらいいかっていうと、やっぱりこれは経済による解決しかないので、子供を育てているお母さんがそれを選べばね、強制じゃないですよ、選べばやっぱり育てることが社会そのものへの貢献なんだから、それに対する何らかの経済的な保障みたいなものをやっぱり作っていかなければ、精神論だけでやっぱり持たないですから、以前のように大家族があっておばあちゃんに見てもらうって時代だったらできますよ、でも
アパートマンションに住んでる人がやっぱり2人の給料でカツカツでローン払ってるような状態だったら、それは僕が精神論をどんなに言ったって無理ですから、これやっぱり国家の制度としてですね、僕はその本はちょっと未読で申し訳ないんですけど、そういうことにお金かけるんだったら、子育てしたい母親がその間の別にまあある程度の経済的な支援を国なり自治体なりがしてあげればいいと思うんですよね。ドイツでやっぱり保守党 の、 キリスト教社会同盟というところがあるんですけれど、その家で育ててる人にお金を少し補助出すべきだって言ったんですよ。で政府は今の政府もその前の政府も全部もう3歳児にはもう全部託児所 の、 権利があると、母親はそこに預ける権利があるからたくさん作れ作れ作れって言ってるんですけど、まあ、作れ全部にはまだ間に合ってませんけど、そしたらそのね家で育ててる人にお金を出すべきだっていうのがすごく叩かれて、叩かれた理由っていうのが、その早くに預けないと、ドイツって外国人がいっぱいいますから、移民が、でその人たちって家で育てさせると言葉ができないから、だから小学校の時に行ったらこう言葉ができないで入っちゃうことになるから、それは絶対にまずいから、だからそういうことはしちゃいけないんだって言って、で特にその本当だったら早く言葉を覚えた方がいいような子どもたちこそ、なんか親がお金もらえるんだったらじゃあ家に置いときましょうってなるから、うん、よくないって言って叩かれてましたね、うん、そういう事情がありました。移民問題があると簡単じゃないですね、そういう形でグローバリズムのね論理の中でやられてるっていうね、うん、まあ、子供はかわいそうですけどね、本当ね、うん、昔ドイツがその家庭に子供を預けないで国家が育成しようというですね、レーベンスボルンっていうのをやったことがありましたね、ナチが。でその、金髪のアーリア系の子供だけを産ませて、それを、国家がちゃんと育成しようってやった結果がもう悲惨な結果になっちゃって、みんな、実際はもうエンゲルスね、社会が子供を育てるっていうね、まさにそれのね典型的極端だっていうかね、あれだからソ連の時代のピオニールとかね、いろいろそういう形でねやってるんでね、これは子供というものをね、いろんな可能性のものをね本当に型で作っちゃうっていう ね、 そうですね。東ドイツもついこの前までやっぱりそうでしたから、割とみんな女性が働いてましたから、まあ労働力が大切だったっていうのもあるけれど、子供を早くのうちから集団で育てればやっぱりその思想をちゃんと行き渡らせることができるから、社会主義にとっては非常に重要な政策だと思います。一番すごかったのは中国の文化大革命の時ね、子供が自分の親父やおふくろを感覚名分子として告発して、そして殺させちゃうっていうね、いわゆる交渉何ですか、手帳を持ってね、交渉兵って言ったっか、公衛兵かね、子供がこのあれはちょっとびっくりしましたね、当時は1970年代だったけどね、本当に子供がこうね親をこういう方で糾弾していくっていうね、でもまあこれね、来週ちょっと福井さんっていう青山学院大学のね、これ川口さんからちょっと教わったんだけど、やっぱり今の時代がね、なんか来週ちょっと正論に出るそうですけど、今のアメリカのその何て言うんですか、あの文化大革命みたいなね、非常にポリコレというのかな、こういうもの自体が極めて危険な状態でね、今世界中が動いてる。そういう中で今この妙に皆さん一般的に今日何お母さんと何子供の話してんのこれって言って、ね、日本論でっていうか分かんないけど、実はベースになってて、私はちょっとこれよく言う話ですけども、東条英機とのね戦友という歌の話するんですよ。ここはお国の何百里離れた遠き満州のっていう、これここはお国の何百里っていう歌なんですけど、これは一般論でいうと反戦歌に聞こえるけど、日本の兵隊さんたちがものすごいこれ歌って、友達が戦死してそれでも泣きながら突撃をして帰ってたら、もう向こうはね俺にかまず行ってくれって言った、戦友は死んでたと、これを埋めてねやりましたよと、でみんなで泣きましたと、というような歌で
これすごく流行ってたってけど東条英機はめめしいということでこれあの禁止した。でもあの私本当にあのこの文芸評論家でちょっと自決した人が、何でかの人はちょっと村上一郎、村上さんがそれを書いてたのはこの日本兵のな勝って泣き、ね、負けて泣き、ね、あの友が死んで泣くって泣くこの涙が実は日本兵が世界最強と言われた兵隊さんがねあの最強の理由なんだと。それはもう平家物語からなんか全部見てもね全部あのそういうものがあるんだと。その情の中で生きてるというところでねあのそれがなくなったんで今日本の男たちはみんな腰抜けの臆病者ばっかりになってるっていうねいうこともあるんじゃないかというね。あのな本当にな本気になって泣いたり悲しんだり喜んだり、あのいうことがねなその実は泣くっていうのがものすごく実は多いんですよ。あの表現でもねあの昔の古典の文学でもこうなったら泣きました、こうなったらハラハラとこの袖を濡らしました、男も女もみんな泣きまくるわけですよね、まあ、大げさに言うと。それが実は強さでもあるというね。ところが東条さんは私は否定してるんじゃないですよ。ただこれは間違ってると思ったのはドイツのあの軍の男らしさとかねこういうものに憧れて男は毅然としてどんな時でもガチッと前進まなきゃいけないっていう、だからこんな歌は歌わせないっていうね、うん、あのいうようなことをやったっていうのはそれはちょっと人間の見方がちょっと違うんじゃなかったなという気がしてるのはそういうところなんですけどね。こういうのも日本のその視点としてねやっぱりあれお母さんともつながってると思ってるんですけどね、うん、さあその中でこれもう一つこれ前に出たのがあるんです。これはあの、日本は、アジアでもないヨーロッパ欧米にもなれない極めて孤立して実はこれユダヤの民族と似てるところがあると、はい、アジア人にもなれない、はい、あのヨーロッパ人にもなれないアフリカ人にももちろんなれない、こういう孤立した分これはいいことだけどもこれを引き受けられないとダメだと。ところが今そんな状態じゃないというアメリカさんお願いしますってもう何でもかんでも頼ってるっていうね、そこを引き受けようとして世界の秩序にプロテストして敗れたのが大東亜戦争だったんじゃないかと、はいはい、で西部さんの奥さんの話だと一回ぐらい日本の男は負けたぐらいで腰を抜かしてっていう西部進夫人の話でございまして、本当に一回負けたら腰抜かしちゃったっていうね、あの日本の男と来たらという前に聞いたことあるんですけどもね。さあこの中でこれ国際情勢の中でね日本の在り方っていうのはちょっと先ほどちらっとねあの小木さんからも森さんからも出たんだけど、どういう流れでねこれ我々選んでいかなきゃいけないかっていうのをねやっぱり問われると思うんですよね。もう今、まあ、岸田さんのやり方とか細かいことじゃなくてですね日本としての本当あのこの世界の中に在り方独自の形で本当に行くのか、あのどういう形でみんなと協力とかねなんとかあるいは中国の属国になってってもなんとかしぶとくやるのかね、あの私はあの皇室の問題でいつもこの人が本当に日本のことをどう思ってるかっていうのを結構判断してるんですけどね、まあちょっと1時間半になりましたんでちょっとねじゃあ茂木さんから問題提起としてね、はい、これからの日本のねあり方についてちょっと一つ語ってもらって CM 入りたいと思います、はい、それから語りたいと思います、はい、あの今社長からですね日本はヨーロッパにもなれずアジアにもなれずというお話がありましたけども、いやならなくていいと思います。私は日本は日本ですので、うん、日本文明圏ですから、うん、だからハンチントンも、ね、世界の八大文明の一個と知ってますから、で全然それはですね何の問題もないですよね。で戦前の日本の間違いは大アジア主義を掲げちゃってですねアジアは一つというですねあれ妄想ですよ、うん、で違うんだからさっき宮先生おっしゃったように、だからそれで大失敗したのでもう日本は日本が守れればいいと思います。そのためには僕らがその日本人というその共同体コミュニティの核となるものとして、さっき茂賀先生おっしゃった国体の復活復権、うん、ただその国体っていうのは多分その私のイメージと他の先生方のイメージはちょっと違うと思うのでちょっと後半その国体論をできればいい、うん、そうですねと思ってます、はいはい、そういうことでその覚悟を我々ねハンチントンのあれでね八大文明の一つというねはっきり独自のものだと
言われてるんですけど、これを我々がどうしていくかという日本人のね性根が問われる時代になってるってことだと思います。一回じゃあお休みして問題提起を受けた、まあ、国体の話も含めて皆さんとやってみたいと思います。一回お休みします。はい、田中の小道
滑る ちょうど前半の終わりに日本というのは何かといった時国体という、ね、言葉我々はよく国体の本義という、ね、こう絶対まず読まなきゃいけない本という形で、読んだりしているわけですけれども、はっきり言ってもしかしたら日本の政治家、保守と言ってもいいんですけど、こういう人たちで国体と、ね、国民体育大会との違いを分からないような人たちが結構いるんじゃないかっていうね、国体って言ったらそっちの方だろうっていうね、本当に実は日本考える場合にはそれが本当大事なんだと思いますけども、それは本当にね、哲学っていうか、なんていうんですか、空間と時間を日本的なね、このどう捉えるかってことも含めてすごく大事な世界だと思います。それがね、本当にこの特に戦後77年昭和が終わって平成になってからもっともっとダメ、そういうことが語られなくなった、言葉そのものも消えようとしているぐらいの感じがあります。そういう意味では、茂木さん独自の国体論をちょっとお持ちだというちらっと言ったんで、まずじゃあ問題提起として、私はこういう国体を持っている、前半の冒頭で浜崎さんに全部言われちゃった感があるんですけども、つまり他のほとんどの国民族では、攻められ侵略され虐殺され王朝交代繰り返し、つまり支配者と非支配者の間に一体感が全くない、ところがそういったことが少なかった、その両脇ですよね、日本と西ヨーロッパは割とその一体感があり、でヨーロッパの場合にはいろいろあったけれども、大体フランス革命の頃に国民国家というものが生まれましたということなんですけれども、じゃあ日本におけるその国民国家みたいなものはいつ生まれたかというと、僕はこれはもう古代からあると思っていて、でそれがそのいわゆる、君民一体、君主天皇陛下と人民が一体であって、それは支配非支配ではないと、全体の、一部であると、でこれは、国家有機体説って言うんですけども、国家全体が一個の生命体だという考えですよね。でそれを本来の、それが本来の国体の意味ではないかと私は勝手に、思っておりまして、でそれが1930年代に、それは天皇だというふうに曲解されて、でそれが逆に戦後になると天皇制ファシズム、いわゆる最後の言うところ の代名詞になっちゃって、本来の意味が全く違っちゃったというふうに私は思っております、いや全くそれがさっきねちょっと言った右からというか言うと、別に平田学派をね批判するわけじゃないけれども、極端なイデオロギーの形でね、国体論というかその天皇というものの存在を、極端化して、さっき言ったように今神武天皇以来の共同体、時間と空間の共同体をね今言うことですよね、国体というのはね、それが本当本来私なんかもそういうイメージ持ってるんだけど、そうじゃない人もすごく多い、ということですね。でだからそれだけ幅広いものを我々持ってて、だからいろんな外国人の
人が入ってきてもよく言うんだけども、あの縄文で疫病になって30万人減ったっていうんですね。でも30万人から弥生が入ってきて、まあ、ポリネシアやもう大陸、まあ、特に渦中のあたりから、あるいは北方から入ってきて、その弥生で日本民族が出来上がったって言われてるけど、その今言ったように絶滅滅ぼすのがないんですよね、はいはい、あのローマがカルタゴ滅ぼしたものとか、はいはい、イスラエルのね、はい、あのなんとかの必ず兵隊さんが挨拶行くあのなんとかの丘とかね、あのこういうようなことも、まあ、織田信長がやったじゃないかって一部言う人が、あんなのはせこい話でね、あの日本は国譲りはあっても、まあ、出雲族と出雲大社でみんな神様にして祀って大事にしてくるんですね。国譲りなんですよ。戦いはあるけどもね。だから今あのおっしゃったように、そういう中ではみんな同じ儚い世の中を一緒に住んでる、暮らしてる、生きてるというね、そういう感覚のものがやっぱり島国だったからあったっていうね、このところそれってすごい素敵なんだっていうね。いや、あの今のご指摘すごい大事で、うん、あのこの国体論がですね、排斥、うん、異民族排斥の論理になっちゃダメなんですよ。そうなんですよ、うん、で我々雑種なので、あの私自分の祖先調べたんですよ、 DNA で、うん、2000年前に母方は南中国にいました。え、南中国、南中国にいました。ミトコンドリア、母方が、はい、ミトコンドリアで調べた。そうですあの完全にそっち系です、はい、うん、西部先生は私はベトナムですって言ったあそうですね、ホーチミンみたいな顔してますよって言ってたいろいろな人が来てね、いろんなことを、ね、混じってて、うん、私はもうあのモンゴルの首相に、あなたは完全なモンゴル人ですからいろんなことを言われます。はい、どうぞ。いや、あの今の話面白かったのは、これ最近実はですね、勉強会というか読書会で、あの保守から丸山正雄 の歴史意識の構想を読んだんですよ、あれ要するに、まあ普通はリベラルがねとか、まあそっちで読むでしょうけど、これ裏側から読めるんじゃないかと僕思って、つまりむしろ日本論というかな、国体論ですよ、ある種のそのまさに歴史意識の構想を、まあ読んでみようじゃないかと。まあ、一応批判もいろいろあったんですけど、とはいえやっぱり学ぶことがあってね、面白かったのは、まあ、改めて有名な論文だから僕は別にここでトレースする必要ないかもしれないけど、軽く言うと、古代神話を、まさに古代からこの国の国体はあったという話がありましたが、古代神話をこう見ていくとですね、基本的に作ると生むとなるでできていると、うん、で面白いのだから西洋は作るですね、神様は作ると、で作るということは主体と客体になりますから、うん、そこに非連続性がすごく強く出るわけですよ。で産むになると微妙に自然に近寄ってくるんだけども、それでも産む側と生まれる側が出てきますから、まあ主客の関係はやっぱりちょっとあると。もう決定的ななるなんですよなるって何みたいな、その要するにこれあの他動詞じゃないので、もう勝手に自動詞でずっといくわけですよ。通りです。そうするとね、なるがやっぱり日本の古代神話の中の決定的なポイントだって、まあ丸山は読んでいくわけで、面白いのはそのなるの部分に3つのポイントをまた彼は読み取っていて、それがね、1つは次々になっていくんだっていう、次っていうコンセプト、この次っていうのがね、継続性とこれが噛み合うので、つまりはその正当性がそのままにして継続性、継続性がそのままにして家とか、まさに天皇陛下の問題につながってくるということがまずあるだろうと。でもう1つは、次になっていくためには勢いがいるので、勢いっていう問題が出てくると。この勢いを丸山は多分ね、相当軽く見てる節が僕はあると思うけど、勢いの息はまさに息の構造の息ですから、つまり呼吸感の息であり、生きていることであり、行くことですから、そういうことの勢いがまずはなければならないと。本当はここにね、調和感も絶対あるはずなんですけど、丸山はそこをちょっと見落としてる。でもう一つがね、勢いはじゃあどう感じられるのかと、過去にあったもの、未来にあったものは感じられないんですよ、今感じるんですよ、ということは次々になりゆく勢いは今ここでまさにこう出体している、その手触りなんだというふうに言うわけね。で面白いのはそれを鏡に映すってことが基本的にこの国の歴史観だったっていうんですよ、で面白い、まあ、今鏡とかそういうことだってことなんでしょうけど、で面白いのはそこで、あ、これ完全に天皇論だなと思ったわけです、つまり天皇の場合はですね、これまあ有名な話だけど、あの 牛白とシラスが違うって話があ あるじゃないですか。牛白ってのはつまり占領するとかオキュパイドするっていう話ですけど、シラスってことはつまり民心の心を鏡に映して知るってことですから、ってことはまあ今言った君民一体ですよ、君主というのかな、まあ、天皇陛下がその民心を映して知って、
おもんぱかって、あっちもおもんぱかってという、まあ、要するに仲いいわけですよね、まあ、よくも悪くもというところあるかもしれないけど、でもそれが日本人の生き方としてずっとあった。でこれはね、まさに前山が意図せず裏側から照らし出しているまさしく日本人の生き方、国体のあり方だろうと、それはまさに天皇論にもつながっているというのは今お話を聞きながら思いましたね。もうだってあれだもんね、そのお話を見て思い出したのは、昭和天皇があのご病気で、うん、ずっと下血がどうだとかやってた時ね、球場に本当正座してね、うん、祈ってる人たちは本当にいたんだよね、うん、私の年でもね、うん、昭和のあのね時代に敗戦直後じゃないんだよね、うん、陛下が お隠れになる直前のとこに球場の砂利のとこに座ってね、うん、祈ってる人がいたってのはちょっと衝撃を受けてね、それからものすごい数の人が書いてるわけですよ、ね、ご回復を祈ると、というのは何かっつったら、もう一つ言うと天皇が今戦ってる病というのは実は日本の汚れを自分の血を流しながら清めてると、その言葉にならないですよ。でもそういう感覚で陛下ありがとうございますご会を、それは日本が良くなるってね、そのさっき言った組一体の具体的な数字姿ね実は見たというか、それとよく226の人たちが言う連結の情というね、つまりこれなかなか難しいじゃないですか、恋に近いぐらいの天皇に対するね思いというね、これはさっき言った玉砂利のところに座ってる人たちも実は親戚のお父さんか自分の娘や父親がね今苦しんでるとか戦ってると、そのお笑いをやっていただいてると病の中にね、それとそこの感覚同時に本当にご回をお祈りするというね、これすごい、ちょっと私はあれは昭和の子供だから敗戦直後に生まれたから分かるんだけど、こういうのあったのかと、うん、私自身もね日頃皇室だとったから言いながらあそこに座ってる人たちの姿を見た時本当にちょっと衝撃を受けた。だからそのね今丸山さんが言ったね感覚っていうのは裏側から見ると全部連続性とか、うん、共同性とかね全部言ってるよね、うん、そうなんです、あいつ分かってるんだなって、ね、そうそうなんですいやいや、そういう意味ではこれはやっぱりちょっとドイツとは違うところだと思うんですけどね、ただ私ねそのさっきちょっとちらっと今茂木さんも言ったけど、それね西欧のね西欧の果てと極東と共通性があるっていうのは温帯であったりね、それともう一つはやっぱりそれぞれの言葉がしっかりあると、それで、うん、なんだかんだ言いながらフランス語とかドイツ語とかバラバラしてても確立してたじゃないですか、うん、今それがなくなりつつあるっていうかね、我々の国も実は言葉が本当消えそうになってる。これね一つだけ、うん、僕がやっぱりいつも驚くのは、まあ、難しいとはいえ源氏物語読めるじゃないですか、うん、この辺は多分世界僕全部確かめたわけじゃないですけど多分ここだけですよほぼ、うん、イギリスの英語もなかなかだっていう話があるんですけど、シェイクスピア英語じゃ読めるのかっていうと、うん、僕がまあモガさんの方が詳しいとは思いますけど、一応英文学の先生に聞いたら、うん、いや読めませんと、まあブランクバースのリズムはなんとなくわかるけども、うん、決して読めないと。だけど我々は中学生でちょっとね、うん、なんか感覚いいやつってなんとなく読めますよ、うん、なんとなくですけど、うん、あれはちょっと奇跡的ですよ、うん、ということは1000年以上の前の人とつながっちゃってるわけでしょ。そうだよ、これはねこんな国多分他に探してもないと思いますね。でね、それとねもう一つはこれもまあ一つの源氏物語のね谷崎潤一郎の役ってあるんですよ、まあ、いろいろな人が役してるけど、うんうん、例えば何々たまう、たまをね、うん、で給食の嗅覚たまう、うん、この言葉は大体谷崎さん全部外しちゃってるんですよ。でもこの字は何々したものとか何かっていうのね、うん、これ源氏物語の原文のところからこれを外すねこと自体っていうのは完全に抜け落ちるわけですよ、うんうん、でもものすごい前の源氏の言葉がもう日本人の細やかなその
謙譲語とか尊敬語とかあらゆるものを駆使してるわけですよ、うん、その天皇に対することあるいはこういう同僚とかこういうのに対するねことをみんな使い分けられてる、うん、だから現代語訳にするとどうしてもそれ使えないんですよね、うん、そうしていただいたとかそういうような感じのね尊敬語謙譲語でやるけどももうそのニュアンス全然出ない。そのなんかそこで私がそれ読んだ本はこれ自分の考えというよりもああそうだなと思ったところを紹介してるだけですけどやっぱりありがたいという言葉もね、うん、ありがとうというね言葉自体もありという言葉が実はまず先にあって、うん、それとそれは実はないという言葉につなねもともと世はうつせみというもう時代からあって現象でしかないとでもそういうことがある事件というか何か愛も礼恋もありとかねあるというねそういう中だけどもあるというこのねこの世界観の違いっていうのは、うん、ヨーロッパ特に今の唯物論的なねこう流れの中の人には本当に理解できないし日本人も今理解しなくなってるっていうね、うんうん、そこは本当に怖いと思うんですよね、うん、だからやっぱり丸山雅夫をやるってのは面白いねこれね裏側からちょっとやってみるとねいやそうなんですよで面白いのはじゃあもうちょっとついでに言うと、うん、丸山がね日本で絶対定着しないものが2つあるって言うんですよ。1つは急進主義もう1つ復興主義なんですよ。これなかなか当たってるんですよ、ね、だつまり、ね、次々になりゆく勢いだからつまり今のこの生き生きしてる感じがないと日本人はそれを受け入れないので、うん急進主義とか復興主義は関連的になっちゃうから受け入れないと、うんまあ、ほとんど彼だから敗北宣言ですよこれ彼のね、うん、でそう思うとまあ結構絶望的に書いてるんでしょうけどで面白いのはねしかもねそこで死の問題を結構入れていて次々になりゆく勢いの中に入っちゃうと結構日本人は淡泊に死ねるって言うんですよ、うん、これでああそうだよなと、まあ、ただし入らないと多分死ねないんですけどそれはなぜかというと今ここの勢いだけをって言うと変だけどそれをすごく価値にしてるのでその中で全体の中に包み込まれていった時日本人は全体の中の適切な部分として自分の人生が何ていうかな包み込まれる感覚の中でまあ与えることができると人に。それを書いててまあ分かってるじゃんという言い方もあるし、うん、そこまで分かってんだったらお前っていうのもあるしいやだからそれは本当分かってるんだよね、うん、特攻隊そうだからねまあまあそうですねだから小林義則さんがね究極の痩せ我慢って言ったけどおめえは全然分かってないっていうかね、うん、私は特攻隊のとこそれを取材してそのドキュメンタリー作ったことあるけども本当に出張行ってくるわっていう感じで行ってるんですよ、うん、そういう人たちが本当に多かったそれとまあ前も紹介しましたけど何ですか金歯直して虫歯直して金歯にして最高の状態で翌日出撃して死ぬっていうねまあだから「平家物語」にはねそういう老人が化粧してね髪も染め白髪を染めて鎧を若々しくして。バカにされないようにやって討ち死にするっていうね、うん、この感覚というのがね今ふわっとした中でだから簡単にね実は死ねるっていうことが引き受けることができる日本人が本当多かったっていうねだから怖かったと思いますね私は、うん、アメリカの、ちょっと今いわゆる今日本の評論家になってる、ちょっともう落としになってで三島さんの文学やってたの人ドナルド・キーンとかドナルド・キーンみたいな人そうキーンさんとかねああいう人たちが日本兵のあれ調べる戦死した日本兵のね遺物というか残ったものを調べて手帳とか見たらこいつら二等兵のくせにね文章を読めて歌を作ってねとんでもないやつがそれで喜んで死んでるっていうねこれと軍国主義に洗脳されて、はい、死んだわけでも全くないっていう、うんうん、もう家族やそういうもの全部引き受けてそのファーッとした中日本の共同体の中で死んでるっていうのが分かっちゃったから、はい、GHQ の過酷な戦後洗脳教育は本当にそうだったと思いますね、はい、こんなやつら生かしてたら、はい、日本はとんでもないと思ったっていうね、はい、というとこが私はあってドイツはどうだったんですかねこの戦後のあり方のね、うん、ドイツはもうやっぱりもう完璧にヒトラーを絶対悪にしましたからだからそれにその前の
もうずっとドイツ帝国っていうのもっと前のもう本当にフリードリヒ2世あたりから全部その歴史はヒトラーを生み出すのにつながってきたっていうんでもう割と否定しちゃったところがありますよね。で国体ですけれど、はい、私は先ほど申し上げましたけど反日教育に染まってたから、うん、なんかその皇室のこととかも何も知らないでいた人間なんですけれど、まあ、いつかその、まあ、ドイツに行ったことがきっかけもにもなったと思いますけど、まあ、少し目覚めて今ではまあ何が大切かとか、まあ、大切じゃないかとかということは一応分かってきたなというふうには感じてるんですけれど、最近すごくびっくりしたのは先週英国のエリザベス女王が逝去されて、そしたら今イギリスの国民がもうロンドンで30時間、なんか行列で待ってるって言って やってますよね、詰めかけて、うんうん、でそしたらなんかもうそれをイギリスって国はあの国はやっぱりこれを伝統としてあれ世界に、ね、胸を張ってると思うんですよみんな、うん、で、そしたらねドイツでも最初の3日間はね本当にトップニュースだったんですよね、うん、でそれも長々とやるんですよ、うん、15分やそこらのところでもうすごい5分ぐらい使って長々やって、うん、うわすごいなと思ってたら5日目ぐらいまでもまだトップじゃなかったけど入ってたし、うん、昨日の夜のニュースもまだ入ってましたね、うんうん、もうその棺があっち行ったこっち行ったとかどうなってるっていう、うん、そんな話ですよね。ところねものすごいねもうドイツ人フィーバーしちゃってるんですよ、うん、そしたらなんかフランスの山口翔子さんがこの間、うん、こちらの番組に出てらした時、はい、フランスもフィーバーしてるっておっしゃってましたよね。そうです、言ってました。でもないものねだりでっておっしゃってて、でそれまさにフランスはね共和制になっちゃったから、そうギロチン自分のところの王様ギロチンかけてとかって言ってましたおっしゃってましたけど、で私もドイツだって第一次世界大戦の後にもうカイザー追い払っちゃったんですよね、うん、だから亡くなってる。だけども今でもねイギリス の王子様が結婚するとかって言ったら、うん、もう本当騒ぎなんですよ。もうテレビにかじりついてる感じなんですよね、うん、だからなんかやっぱりああいうのきっと好きなんだろうというふうに思うんですけど、うん、不思議なのは日本人まですごいフィーバーしてますよね。でなんかずっとテレビでやってるとかって言って一日やってますよ今ね。ですよね。でね、いやそれは別にいいんですけど綺麗な写真ですからああいうなんていうか、うん、この衛兵なんかバーッと並んで、うん、それは感動的な写真だからそれもいいんですけれど、でもねよく考えてみたら日本の皇室の方がずっともう何倍も長い の歴史があるし伝統があるし、なんかそれ全然日本人って意識してない。だからここで最初の私の話に戻るんですけれど、日本にそれだけの伝統とか皇室ってあるの全然感激しないというか認識してないというのはやっぱり学校教育の問題だと思うんですよ、うん、そうなると思いますね、うん、だからそこら辺のなんかもっとそこのところを一番なんか問題視すべきだと私は思ってます。でいつもおっしゃってますけど、うん、時間と空間の共同体だとか、うん、時間軸の中の営みとして、うん、私たちのその歴史みたいなのがあったってことを、うんうん、もっとねやっぱりね教えるべきですよね。誇り持ってますよね、うん、世界最古のあれですからね。そうです、全然知らないですよね。いや知らないですよ、そうなのって言いますよ、うん、皇室が世界最古ですよと。イギリス王朝だって600年ちょっとぐらいでしょ。そうですよ、ね、それも女系とかこういろいろね一貫してるわけじゃないですからね、うん、だからまあそれでもああいう形でねやるってことはああいうのっていうのは最古の人たちなんて言うんだろうなと思ってね今、うん、いやそれともう一つ言えばくすんでしまっている安倍元総理の国葬というね、これ本当にいろいろありますけど、死とかそういう死者に対するとかそういうものに対するのと、ね、じゃあエリザベス女王が大変立派な政治やね、あるいは王政というかその行ってなかった、まあ、立派な方だったけど大変したたかな政治家っていうかね、そういうものすごい判断力英連邦のね人だったたことは確かだと思うんですけどもね。だからといってだから英国民がそれだから優れた政治力だから、うん、エリザベス女王をね
今惜しんでるとは思えないんですよね、はい、そこら辺のところは本当にあの国体連までかかってくると思うんですけどね、はい、今それを無化しようとしていますからね、日本の場合天皇とかそのあり方をね、それが先ほど茂木先生がおっしゃった君民一体が欠けてるじゃないですか、うん、日本ではだと思っております。エリザベス女王はアメリカ人として私彼女を正直に愛していましたよ、うん、あのアメリカ人としてはイギリス女王が好きって言っては絶対いけないですけれどもでもあのその王室が、まあ、かっこいいと思って、うん、私のおばあさんかのような感じ、うん、であのその方が、まあ、立派な方だったですけれどもそれはそうですが、うん、その人のなんて言いますかね、あの功績をあの評価しているではなくて、まあ、あの国家を代表する人間が亡くなったっていう心の中から自然に出てくる悲しさです、うんうん、そういうのが日本では、まあ、でも安倍さんが亡くなられてそれが自然に出てきていると思います。メディアがそれ困っていると思いますけれども、やっぱり私たちの国を代表する方いなくなって私も悲しかったし、まあ、自然にそういう人が亡くなると悲しいと思います。だからその今言ったね、その安倍さんの場合は、まあ、その政治家として生きて首相をやってた頃、あれは悪いことやったこれやったっていうね、いうことで、なんで勝手に決めれるんだと、国葬は天皇はじめ皇族の皆さんのね、はい、ものでやるべきだとかね、まあ、うちにも相当来てます。だから今言ったあの桃花さんがおっしゃったその人の、まあ、特に非業の死を遂げたっていうか、これ暗殺されたわけでね、はい、あのそういうことも含めて人の死に対する、ことはやっぱりもう少し我々考えるべきだと思ってるんですけどね。私は最初はあのとにかくあのこれ非業の死なんで国民が喪に服すべきだと5日間でも何人もね、はい、ということをだから国葬のことはあまり言わなかったんだけど、一応政府が決めてね、はい、やるということになったんなら、まあそれはそれで粛々とやるべきじゃないかと思っていったらね、まあ相当来たんですよ実は、うん、水島さんは安倍さんのグローバル政治をグローバリズム政治を批判してたじゃないかと、いや知れましたよと、散々言ってましたよと、はい、どうしようもないと言ってましたよと、はい、だけどそれとはまた違うことがあるというね、そこがやっぱりあの死んだら仏様だよというね、はい、極悪非道の大犯罪人でもね、あの死んだら仏様とかねいう感覚はあるんですよ、はい、日本人にはね、はい、国体の話になりますと、私が研究している末広伊豆太郎という人がいまして、で戦前の時ですか、箕田宗喜という人と国体をめぐってあのかなりのバトルしたんですけれども、うん、で、まあ、国体、私は国体って明記できないと思って、これだとは言えない、で今まで国体とは何か一番納得できたと思ったのは安倍さんがお書きになった2006年ですか、うん、美しい国へ、それ国体論じゃないですか、うん、それが優れている国体論で、安倍さんって、まあ、政治家としていろんな問題があってそれはそうですけれども、国体のビジョンの持ち主としては安倍さんほど他には日本ではちょっといないなと思ってます。そうですね、いわゆるこの、国家改造論とかね、はい、あのそういう意味での、いわゆるシステムとか法律とか、はい、いろんなものを言う人はいたけど、まあ、あの、あれはやっぱり国家論っていうか国の在り方をね、はい、言ってる本でしたよね。もう美しい国へって、やっぱりそれがあの、うん、日本ではよくあの、ま、そういう伊豆太郎が評価していた、うん、あの大岡忠相越前の神、うん、あの人間にある裁判を目指して、うん、やっぱり嘘の効用を書いたんですけれども、うん、嘘をちょっとついてそうやって正義ができる、まあ、日本の特徴で、その時まで末広伊豆太郎さんが批判していたのはドイツっぽすぎるっていうことを、まあ、ベグリフスジュレスプルレンツ、概念的な法学っていうですか、
概念ばっかり考えて目の前の人を見ない、うん、いや目の前の人を見てよと、そうすれば自然に正義ができる、何を言えばいいのか、何の判決を出せばいいのか、なんとなく分かる。それは日本のすごい特徴と思って、目の前の人間を見て判断して美しい判決を出したい、それが正義じゃないですか。もっと美しい国へ、それが国体論として優れてるなと思いました。だからその美しい論でいうと、今エリザベス女王の葬儀がね、はい、ヨーロッパ中の注目を浴びてるということは、はい、まあゲスな話になってきますけど、実は英米の復活、ヨーロッパにおけるドイツの凋落、はい、ウクライナ戦争を通じてですね、はいはい、エネルギーとかそういうもののドイツロシアとか、はい、こういった一時 EU という形のあれが、イメージがね、ヨーロッパと、はい、というのがやっぱりさすがに英連邦、老舗の英国のしたたかさは、はいはい、すごいな、やっぱりそれは英国女王という、まあ、今国王になるんだけど、はい、王政を持ってるっていうね、はい、これがもう最大に生かされてる、はい、でそのイギリスの EU 離脱と、まあ、もうもちろんそれは偶然というかね、別に殺されたわけじゃないわけだから女王は、でもそういう意味では英国のもう一回復活、ヨーロッパでの再興というのをずっと私はやってたと思ってて、ドイツの復活許さないっていうね、はい、ドイツが主役になること許さないアングロサクソンのその一つの流れみたいのを実は感じてて、ショックだったのはドイツもフランスもみんなヨーロッパ中がね、もう葬儀でね、女王の、ああそうかこういう形なんだと、王族の人気にはもう全然かなわないみたいな、そんな感じですね。いくらメルケルさんやショルツさんでもね、うん、それが人間のあるべき姿ではないですか、うん、日本に来て初めて平和な社会はこれだと感じまして、ね、あ平和な社会はこうだと、うん、私は戦争の中に育てられたわけではないですけれども、人が互いに受け入れ合っているのが日本の特徴だと思って、ね、まあ、本当に平和な社会ですと、人間レベルでは、相手と仲良くがしたいというが前提として、ぜひちょっとその今外に出るときに身構えなくていいですね。そうなんですよ、その通りです、ね、そうですよね、いつもこう身構っている、うん、なんか攻撃来るかなと、ね、ありますよね、家族からでももうね長いこといるから、はい、そんなに意識はしてないんですけれど、それを分かるのは日本に帰ってきて空港に着いたときに、なんかねすごいホッとするっていうか、でしょう私もそうですと温泉に入ったというか、だからきっと向こうにいたときはなんか緊張感があったんだろうなって、その時に気がつくぐらいなんですけど、その通りです、私も同じです、それはありますね、確かにね、はいはい、まあ、そういうのでその英国の葬儀という現れてね、やっぱり私もう一回ちょっと時代の変遷の中でこれ象徴的なこう儀式になるんじゃないかなと思ってるんですけどね、歴史的な転換点というか、はい、そういう意味では非常に面白いなと思うのは、日本のね状態、日本もみんな喜んで見てますけど、その安倍さんの国葬を含めて、大喪の礼という昭和天皇お亡くなりになったで、まあだんだんこうね、そういう意味で人が入れ替わってるんですけど、やっぱり時代のこの21世紀のね、ヨーロッパの変遷、アメリカも今もう分裂してるじゃないですか、はいはいはい、これ本当にね、はい、世界的な今ちょうど変化のね、はい、時に来てる時、我々のさっき言った国体が今危うい状態というかですね、はい、こういう状態になってると思うんですけど、その中で我々はどうこれからやっていくべきかっていうのは簡単に出ないと思いますけど、三浦さんどうですか、これ特にパッと思いつかないのですが、まずイギリスのことに関して言いますと、やっぱりヨーロッパ、ブレグジットでイギリスが EU 出ましたね、あれもかなり影響あるんじゃないかって気がしますね。私は EU の理想が全部間違っていたという人間ではないんですけれども、やっぱり理想より矛盾の方がはるかに高くなってしまって、うん、やはりこうもう一度国家というのはそれぞれの国の
やっぱり価値観とか伝統性ってものは大切にしないと経済そのものもうまくいかなくなってしまうんじゃないかと。でそういう時にやっぱり何世紀も続いたこういうシステムがあるというのはやっぱり羨ましいなって感覚は僕は多分ヨーロッパ全体にあるんだ、今回生まれたんだろうと思いますよね。だから僕はやっぱり EU の失敗というのがこの背景には結構あるかなと、まあ、それは非常にこれもゲスの勘繰りでヨーロッパの人怒るかもしれませんけれども、そういう気はちょっとありましたね。それとあと私はちょっと、これ水島先生に怒られるかもしれませんが、昭和天皇の時はですね、確かにそうだったんですよ。これは言っていいかどうか分かりませんが、私のお世話になったですね在日韓国人の人も貴重に言ってました、はい、これはでまあ、そのことは別に特にここで言うことじゃないですけど、ただ私はあの時はですねやっぱりこう非常に失礼な言い方をしますと、やっぱり日本の歴史における本当にこれは大天皇だったという意識がやっぱりみんなの中にあったと思うんですよね。大変これから言うことはたくさんの批判を浴びると思いますけど、それと同じだけの存在感をこれからの皇室が持てるかというと、僕はちょっと負荷をわからないなという気持ちが少しあります。で、まあ、それがまず一つですね。あともう一つはさっきのイギリスの王政について、そして日本の国体について先に言わなくちゃいけないと思うんでそっちから言いますが、私はですね日本のことわざの中で一番美しいことわざっていうのは罪を憎んで人を憎まずっていう、さっきのこういわゆる日本の判例について大岡越前のテーマを申し上げましたけどね、つまり犯罪者であった場合その犯罪の事実だけを見るのではなくて、そのまた社会の矛盾とかそういうのを見るんじゃなくて、その人間の中にある善性に必ず目を向けようという、それはやっぱり、ね、罪を憎んで人を憎まずっていうことで、私これはただ正直言うと日本だけじゃないと思います。私も知る限りいろんな国にありますよ。アメリカにも僕あると思いますね、はい、聖書にもありますね、はい、ですから日本だけとは僕は言いません、はい、ただ私はそれが誰にでも口にできることわざとして罪を憎んで人を憎まずっていうのがあるのは素晴らしいことだなと思いますね。ただ僕自身が全くそれができなくなってるという現実がありますよね。もうね本当にこう罪はどうでもいいから人間の方が憎らしくなってるというのが、で本当に日本というのは他の国に比べて平和だってことをお二人におっしゃってくれると、どんな幸せな国にいるっていうのは本当に逆に実感しますけどね。ただやっぱり一方でですね、今のインターネット社会とかテレビをめぐる発言というのはちょっと逆のものも出てきてます、はいはいはい、暴力は振るわれてないかもしれないけれども、かなり嫉妬だとか暴力というも言葉の暴力とか、うん、妬みだとか、しかもそれを匿名でやるという、うん、僕からすると日本的であってはならないものが今起きてる気もしますね、はい、うん、それは申し訳にくいけど保守の中にも僕はあると思っています、うん、でそれと、だから私にとっての国体というのがあるとしたら2つなんですよね。茂木さんがすごく丁寧に言ってくださいましたけど、そういう理論的なことより僕の中であるとしたら、これはやっぱり日本が守った方が絶対いいなと思ってるのは、さっき言った罪を憎んで人を憎まずっていうその感覚が一つと、もう一つは元織宣長が言った、はいはい、いわゆる物の哀れという感覚ですね、はいはいはい、私は実は皇室伝統というのはこの2つと直結していると勝手に思っているので、物の哀れというのはこれは当時確かに水島さんがおっしゃったように国学というのはある種非常にラディカルなこう間違った方向に信徒を持っていった面はあるんですけれども、その開祖である元宣長の一番大切な考えというのは、物の哀れ簡単に言ってしまうと善悪二元論とか正義と悪とかいう概念で物を判断すべきではないんだと、うん、こう元宣長がですね、どんなにそれが世の中の役に立つ表現であれ、あるいろんな表現や行動をするときに世の中の役に立つものもある、立たないものもある、世の中を害するものもあると、だけどそれが全てその人の真心から出ているのかどうかが一番大事なんだと。でそれはやっぱりですね、大丈夫ですか、社会的通念だとか道徳だとかそういったものを超えたところで人間の心情というものの自由さをすごく認める考え方で、私はこれがですね、例えば、まあ、死んだらみんな仏様とかですね、あるいはこう神社、日本クリスチャンであれ仏教徒であれ神社に
初詣をするとか、そういう世俗的に現れるかもしれませんけれども、やっぱり私にとってはこれがすごく大事なものですね。そしてこれはやはりですね、皇室伝統というものが汚されればどんどんなくなっていく危険性があるものだと思っています。で、随分喋っちゃったんで最後にちょっと一言で申しますけど、これは別にですね、私はアメリカの陰謀で日本がというだけじゃなくて、モーガン先生目の前にいるんで間違ってたら否定してほしいんですけどね、やっぱり1960年代以降西洋全体で日本も含めてやっぱりそれには必然性があるんですけど、例えばアメリカだったら白人のキリスト教文明の価値観というのは差別や奴隷制度を肯定化してきていると、いまだに男性優位主義であると、はい、いうことでアメリカ人の中で徹底的にそれを否定する動きが起きたんですよね、はい、まあ、カルチュアルレボリューションって言ったら、はい、ある意味中国の文化大革命とは形は違いますけど、アメリカでもやっぱりその流れはあって、それは現在のアメリカンリベラリズムの根本をおそらく成している考えなんです、はい、これに対してシェルビー・スティールっていう黒人のご存知の思想家が何て言ってるかっていうと、はい、人は自分は黒人なんですけど、アメリカ白人は白人の持っている美点とかアメリカを支えてきた価値観というものを自分の方から汚す必要はないし否定する必要ないじゃないかと、はい、その中には正しいものがいっぱいあると、はい、で逆にそういうある国家なり共同体の正当性として守るべきものまで全部過去の歴史に照らし合わせて責任を取ってそれを滅ぼしてしまうやり方というのは結局黒人も白人も不幸にしてる、まあそこまあ、スティールはもっと高尚な言い方してて僕みたいな乱暴な言い方してませんけれども、そういう実はアメリカにおいてもおそらく世界においても起きたことで、それは今日本においても起きていて、やっぱりこれはですね、確かに人間を自由にする面もあるし過去の間違った因習から解き放った面もあるんだけど、それ以上にローレンツの言葉に戻ってしまいますとね、やっぱりそれによって崩されたものの方がはるかに大きいんですよ。だからそれはやっぱり過去の因習と思われるようなものであっても、もう一回なんとかですね、それがこの社会の伝統にとって大切なものであったら価値を見直す必要があるんじゃないかなっていう視点にやっぱ立たなくちゃいけないと。で最後に浜崎先生、非常に最近茂木先生のお話を受けて優れたことを分析されましたけど、やっぱり丸山さんとか吉本龍明とか竹内芳美とか辺の60年代の左翼の思想家の人たちっていうのは日本をバカにしてないんですよ、うん、基本的に日本を批判してもバカにはしてないんですよ、うん、それ以降になると名前出しちゃいけないんですけどね、浅田彰さんとかの唐谷さんあたりからは根本的に日本をバカにするようになってきてて、だから逆に日本の本質に迫れなくなってきちゃうんですよね。で、やっぱり、まあ、世代論で物を言っちゃいけないんだけど、やっぱり僕はそれがどっかにあるような気がします。唐谷の場合はまだね反発心でやってる感じがあるから、浅田にはそれも全くないので、もうなんか、うん、もうダメですね。僕は唐谷さんをよく読んでないのかもしれないですけど、唐谷に関しても全然いいんですけど、うん、いや本当そうだと思いますよ、うん、裏読みができないということですか。うん、そうです。もうポジション作っちゃってて、なるほどです。愛着があるからこれどうにかしたいとか批判したいじゃないんですか、ね、面白いですね、はいはいはい、うん、やっぱり先にやっぱりそのマルクシー的なね、うん、考え方からベースからいろんなものをやってきたから、うん、そこから抜け出ないられない状態でね、だからマルクシーの批判とか新左翼とかいろいろまあ、特に私の時代だったから体にとかね、そういうのはでもやっぱりそこを抜けれないまま止まっちゃってね、うん、るっていう。だから左翼も思想的に全然進んでないですよ、うん、それから特に日本の戦後保守と言われる人たちは、まあ、失礼な言い方も皆さんは違いますけど、もう あれですよ、目を追うばかりの私は惨状だと実は思ってますよ、うん、思考が全然進んでないと、うん、怖がって本当の現実を見てね、なんとか自分が根本的に違ってたんじゃないかっていう問いまでする勇気を持たなくなってるっていうかね、だからそれは政治家にも全部反映してて今本当にまずいなと実は思いますね、これね。一言だけ付け加えて終わりますが、水島さんにいつもおっしゃってることをなんで水島さんが言った方がいいんですけどね、さっき物の哀れとかそういう言い方したのは僕は全部それ小林陵から学んだんですよ。元の宣長が話で、いや江戸の思想家を直に読んでるわけではない、全部小林陵経由なんですよね。でこれは水島さんの方から言ってもらいたいんですが、方は西洋の近代っていうのを本当によく分かった上で
日本というものの中で、逆に分かったから日本の価値が分かるんでしょうね。それは中途半端じゃなかったんだと思います。それね、ちょっとまあせっかく言ってくれたからなんだけど、あるこれは別の人のあれだけど、3.11 のね、災害というかね、東日本大震災の時、家族を失って家も失って、畑とか田んぼ全部失って、そういう人が言ったというのはね、そういうもんだという言葉で、これ一般的に報道された時はもう日本人的な定感というか諦めというふうに言われてるけども、その書いてる人は違うって言うんですよ。実はこれぞ日本の全部希望や思想やイデオロギーから人間関係全部捨てた時、その元々のようにやってくるんだけども、これでも生きていくという、それがそういう命なんだと、これを認める、すごい西洋的に言えば英雄的な決意表明みたいなね、そこを日本人の本質、そこがあるから忘れちゃいけないと、諦めじゃないんだと、そういうもんだと、こういうものはね、というのは実はそういう形で我々敗戦の時も痛い目あった時ね、そういうことをやってきたっていうね、その自然定感、今さっき言った元森宣長的な言い方をすると、森永もそうなんです、現実を全部引き受ける勇気持ってるね、そこがすごい、ちょっと今までね、私が衝撃、まあ、ここで小林さんのあれからね、もちろんやって、その元森宣長を読んだんですけども、そういう感じのね、世界を引き受ける勇気というか、あるもんなんだと、それなんだと、もうでこれはもういつ薄のような変わるもんだ、自分の命もそうなんだって、これ引き受ける覚悟っていうのが実は本来の日本人の姿、それは平家物語でも向こうの物語は太平記でも、もっと昔の時代の古事記から始まってね、いうこと自体もそういう形で過ごしてきたから、全く時間がつながってる、人の命とか命の流れでもそういうものだっていうね、だ特攻隊までつながってるって、でも断絶しちゃったっていうのが私はそのね、今ついに平成になって我々はもう違う世界地域に行き始めてるんじゃないかっていう、だからもう早くお前出てきなさいって言われてるような感じがちょっとしててね、ちょっと寂しい思いもするんですけど、それは相当な勇気じゃないですか。え、世界をそのまま引き受ける、それは相当な勇気が必要と私はそう思っております、うん、それが日本の文化の、まあ、基盤と今おっしゃっているかと思いますけれども、うん、私の耳に入るとそれはすごいと思います。私も諦めだと思いましたけれども、そうじゃなくてそのもんだよということで引き受けるっていうね、引き受ける、そして自分の命も、亡くなった命もあるけど残った命としてね、これちょっと相当、なかなかちょっと私はね、ああなるほどなと、でも西洋の哲学の中ではそれは全くできていないですよ、うん、やろうとしてもできていない、それは私はすごいと思っています、うん、これよく言われるのが久喜修造があっちにヨーロッパに行って、はいはいはい、それで驚かれたのがやっぱり生きっていう概念だと、でハイデガーなんかはめちゃめちゃ驚いてるわけですよ。でこれそこの視点から読むと非常に面白いのは、今おっしゃってた定年、つまり諦めの問題がそこに相当入ってるんですね、うんうんうん、でね、面白いのはさっき先ほどの話になってたその動物とは子供を日本人はすごく愛するって話があった、うん、あれね、僕の言い換えにするとですよ、生きてるものが大好きなんですよ。なるほど。でね、生き生きしててね、なんか触ってるとこっちも生き生きするみたいな、そこに実感と直感が日本人を宿らせるところがあって、そう思うと生きの構造って、つまりあれは日本人の生き方の構造って言ってるわけです。でね、ちょっと軽く言うとね、まあ、本当軽くですけど、生きの構造って面白いのは、3つの概念をずっと循環するって話なんです。つまり定年と、美体と育児なんです。で、ね、育児からいくと、これ確かに育児時に大事ですよね、譲れないところあるんだと、俺は戦うんだって必要ですから、とはいえそれやりすぎるとどうなるかというと自己絶対化になるんですよ。自己絶対化になるとどうなるかというと野暮になるんです。お前の話なと、お前のナルシズムなって話になるから、そうするとどうなるかと、育児だけじゃしょうがねえなっつって、丁寧に行くんですよ。諦めになる。でも諦めすぎるとですね、まさしく死に沈みになるから、何でもいいんですよみたいになっちゃうので、いやいやそうは言ったってお前さんって現実生きてんじゃないかということになるので、その諦めも行き過ぎると野暮になるから引き返す必要がある。引き返すってどこに引き返すかというと、目の前にいる他者なんですよ。目の前にいる他者に対してはいるんだから、それぐらいお前ちょっと媚び売れよと、
つまりそれが微体になるんですよ。そうなんですよ。で微体になるんだけども、微体も微体でやりすぎるとですね、もう全部 A さんに A さんの顔、 B さんには B さんの顔、 C さんに C さんの顔するから、お前何者やねんって話になるから、ちょっとは育児ぐらい必要だろって、また育児に書いておくわけですよ。ちょっとその育児ってどういう意地？育児ですね。育児です。まあちょっと育児って言ってますけど、育児です。つまり意地ですよね。あ、意地なるほど。意地です。だから意地から丁寧、丁寧から微体、微体から意地に行くんですよ。これをずっと循環することの運動性のことを意気って言うんですよ。つまりどこかに止まっちゃダメなんです。これがね、日本人の美意識であり調和感なんですね。それがね、だから天台宗から始まってね、まあ、道元がそうなんだけど、全て現象、うん、でも、はいはい、花をめでる、うん、人を愛す、はいはい、悲しむ、ここのね、だから相当私はいいとこ行ってると思うんですよ、うん、実は現代哲学の中でもね、うん、ただ日本人が気がつかないだけっていうかね、だから小林秀夫とかね、これ小林秀夫の対談集見ると、湯川秀樹とかね、あの本当にそういうね、科学者と話してる、うん、でもみんな一致していくんですよね、うん、あれ。それとあの、うん、岡清先生っていうあの数学者、世界的な、うん、あの人が最近ちょっとパンフレット手書きの文章送ってもらったんだけど、上達って言うんですよ数学は、うんうん、でこれがまたあのアインシュタインがね、これまた聞いたんだけど、アインシュタインが実はあの例の光とエネルギーの、はい、あれあるじゃないですか、方程式、はい、あれは愛だっつってるんですよ、ベースは愛の方程式だっていうのが面白いねと、こういう世界的な人たちがみんなね、そっちの冗談愛だってね、その数式について言うっていうね、あのこれはやっぱり人間本来のね、あのところで、やっぱり我々がちょっと今忘れてる部分の中でね、やっぱあるんじゃないかなと思うんですけどね、なかなか今言ったように。さて、それでちょっとぜひ聞きたいのは、動物行動学からこれから見た日本人のですね、まあ、モンゴロイドとして、はい、あのそれと古いモンゴロイドとかいろいろあるじゃないですか、はい、これはあのどういう形で見てないんですかね、これから日本人のね、動物行動学的に言うと我々はどう行動していくのか。一応日本人、あのモンゴロイド2派ありまして、はい、チンモンゴロイ、コウモンゴロイド、はい、でさっきオングロイドの一部が一番寒さの影響を受けて、あの病原である脅威がなかったところにいたって言いましたけど、はい、これが新モンゴロイドです。あんまりあの病原である脅威で、高モンゴロイドっていうのは氷河期の一番寒いそのピークの時でも今でいう東南アジアあたりにいたので、そんなに寒さの直撃を受けていない、うん、一応この2つのミックスと考え、日本人はね考えられています。なので、だからその両極端が結構ミックスしてるんで、これまた複雑な問題になるんですけど、それでもやっぱりさっき言った R 戦略 K 戦略で言うと、やっぱりモンゴロイド全体はその新モンゴロイドの影響を受けて K の一番極端な方に位置はしています。でそこからまあいろんな、先ほど言いましたおとなしさとか攻撃、衝動性もないし、で結構長いスパンで物事だから、病原体が流行ってたりするとすぐ人は死んじゃいますから、うん、あんまり長いスパンで考えても意味ないことが多いんです。だからそういう地域ではあまり先のことは考えず、今さえ良ければいいとか、うんうん、あんまりいろんなことあってもあんまりめげないとかね、そういうことは適応的になってくるんですけど、我々はやっぱり長いスパンで考えるとかいうふうになってますんで、どうしても行動が慎重になるし、衝動性に欠けるし、慎重に考えるし、攻撃性も少ないと。でそれが私はさっきもう冒頭に戻ってしまうんですけど、これは今国難に あってどうしこの性質を処理していったらいいんだろうかと。でもでも敗戦戦前っていうのは日本人は結構強かったですよね。しっかりこれ GHQ に骨抜きになる前は結構行動できていたはずですよね。唯一黄色人種ではない、ね、白人の世界秩序にプロテストっていうのは、ね、異議申し立てやってました、はい、そちらの面も持ってるわけですよね、うん、でまあそれ、まあ、これを言っちゃおしまいだったんですけど、 GHQ によって骨抜きにされましたよね、うん、で私最近ちょっと、国民霊峰という戦前の終身の時間に、はい、小学生に対して使
かれてた教科書の復刻版というの、三浦先生もハート出版あれいいもんだよね本当ね。で三浦先生もねその解説書いて、私は国民霊峰っていうのをちょっとお呼びがかかって書いたんですよ、うん、そしたらもうそこで語られてる中に、まあ、いろんな礼儀もそうなんです、観光総裁もそうなんですけど、やっぱり皇室についてとか国旗についてどういうふうに掲げるかとか、皇室に対する敬う気持ちとかいろんなことを書かれてるんですね。でそれを GHQ はこれはいかんと、これを教えちゃいかんってことでわざと取り上げたわけですよね。だからまた話は戻っちゃいますけど、やっぱりこれ時間かかるけど教育しかないわけですね、それ やられたものを取り返すには。でもといってもね、今こう危機が迫ってるわけですし、どうしたら私たちはその心を取り戻せるんだろうと。で全然解決になりませんけどね、あの私ちょっと今心配してるのは、もうすぐ安倍総理の国葬あります27日、はい、で多分武道館の周り反対派が練り歩きますよね、うんうん、そして今の あの報道マスコミって絶対 そちらをクローズアップさせますよ ね、 反対派をね、反対派を、賛成派はものすごくいろんな署名だって、うん、喧嘩だっていっぱい集まってるの。 そうすると日本は何という国だと、テロに倒れた首相をあの国葬を反対する人たちがいるじゃないかっていうふうに広まっちゃって、うん、またまた日本が危機にさらされると。いやそうなんですよ、私もねその一面としてね、はい、これはきちんとやることは国防安全保障にとってね、絶対その暴力やそういうものとね戦う国なんだっていうね、はい、いう国防安全保障の問題でもあるっていうね。そうなんです、これを、まあ、まあそこまでいかないと思いますけど、武道館で周りと遠い旗屋に囲んでね、はい、反対だなんて言ってね、はい、やったら一体何なんだと。そうなんです、ね、死者とかそういうものに対する敬意とかね、はい、あの特にエリザベス女王の葬儀が終わった後だったらなんか、ね、ドイツ あのニュースでやってたんですけど、ちょっとやってただけなんですけれど、はい、イギリスでもあの王室っていうのは不必要だっていう人たちがアンケートすると半分はいるんですよ、うん、それなのになんか日本ではそれ絶対言わないで、なんか全員がなんか、うん、あのこう死を悼んでっていう、うん、別にいいんですよ、もちろん痛むことはいいんだけど、全然その反対の方をやらないくせに日本のニュースの方はその反対の方ばっかりクローズアップしてるのがすごくね、いびつだなと思うんですよ。ですね、それもやっぱりこう工作されてるっていうことなんでしょう、うん、そういうことだと思いますね。大体、まあまあ、みんな矛盾感じるのは、あの大体安倍さんと敵対するような人たちが国葬やろうっつってね、それでもいい やることとね、うん、でも今度はそういう死とかその全くの死者のそういった非業の死を遂げたというね、それからやっぱり国際的にも一応通用したあの人ですよ。でこういうものの死を非業の死を何にも痛めない、うん、まないというね、これは本当にちょっと日本人のね新しいこう冷酷な面だなというね、うん、あのまあね反対運動やるんですかね本当に。いや、あのやるんじゃないですか、ね、計画してますよね。やってますよね、これこういうこれね外国の人、まあ、でも野川さん見たらどんな感じしますかね、これね、うん、少なくとも組織ぐらい黙って、普通は仏様になったんだから情けないと思いますね、え、はい、村八分っていう言い方昔から江戸からあるけど、はい、葬式と家事は何とか手伝うっていうのが最低でも日本人のあれなんですよね、はいはい、やっぱり日本人と思えないなんですよ、そういう行動をやって。私も本当に非常に悲しく、そういうことを見て、ね、本当ちょっと辛いですよね、これね、あの、はい、別に反対は反対でもいいけどね、あの静かにしててくれよと。その場ではないです、私が日本に来て教わった大きなあの教訓です、その場ではないということです。あのもし反対しているのであれば、まあ、場を選んで、うん、その場ではないですよ、あのそうなんです、あの、うん、葬式の時はちょっと反対反対と叫んでいるところではないと思います、うん、それはね、あの
結婚式にね乗り込んでね、はい、こいつはそうなんですよ、こいつはこの二人はもともととんでもないやつらでね、はい、女遊びと男遊びばっかりしていたやつだったわーわー言うようなもんで、あれとか葬式来てね、この仏さんはもう最低のやつだったよとか、はい、そんなこと言うかと、はいね、普通考える常識なんだけどね、はい、まあでもまあそういう常識は通じないんでしょうね、公人だとかいう形でね。リベラルもね、なんか その人たちを見てちょっと呆れてるリベラルもいて、うん、要するにどういうことかって、本当のリベラルっていうのは別に寛容って意味だしね、うん、だからなん別に国葬じゃん、まあ、結構反対してる人多いけども、うん、とはいえその嫌だったらなんか別にボードゲームしてもしてればええやんけと、うん、家でなんかテレビでも見とけばええやんけと、うん、いうことぐらいが普通の、まあ、寛容さなんであって、それもできないあれって、まあ、要するにポリコレ的な、なんていうのかな、やっぱり、うん、まあ、急進的な集団なんでしょうね。ちょっとそれは時代になってるんでしょうね、本当にね。いや、さっき三浦さんがねおっしゃってたその皇室のね、あの昭和天皇までは本当にそうだった。で、あの当然その昭和天皇 の敗戦後の御進講っていうのは前も何度も言ってるけど、あれはお清めですから、うん、足を土を踏んでいただくことが陛下が各地、あれはあの戦争で、まあ、汚れたというかね、こういうなったところをお清めして回ってるっていう、そういう部分があったから、単なる国民を励まし慰めあのっていうあれじゃないわけですよ、本当に。だからあの昭和天皇は沖縄に行きたいというね希望を強くお話になってたっていうね、いうことを考えると、そこの部分であの 3.11 の東日本大震災の時、今平成 の陛下がね、あのこまめにあのお出迎え、あのお出ましになったってことはありがたいことだけども、やっぱり私が一番衝撃を受けたのは、両膝をついてね、あの一般の被災者の人たちと話をするって、これありがたいことだけども、絶対に正直言うと神様以外で膝を曲げてはいけないというのが、神様以外はダメなんですよ本当は。つまりそれが一般の人とね膝を交えるというのは、これは本当は宮内庁とかそういう人たちがお諌めして、お気持ちは大変素晴らしいけれどもね、陛下それはというふうに言っていただきたかったっていうね、うん、はいはい、いいです。そういう意味ではちょっと、まあ、いろいろ議論巻き起こるかもしれませんけど、今回エリザベス女王の葬儀には、あの最主要である天皇陛下はやっぱりあのね、まず格上っていうのもありますけど、もっと大事なのは最終王なわけですから、はい、別にエリザベス女王の死が汚れてると汚らしいとかそういう意味じゃ全然ないですけど、死にという汚れに触れてはいけないわけなんですね、先ほど膝を折られたのと同じで、うんうん、だからここは本当踏みとどまっていただきたかったですね。その親しい交流してるからとか、お世話になったからとか、それは一般のお葬式の庶民のお葬式の話であって、やはり最初たる天皇陛下はそこのところは踏みとどまっていただきたかったなというのが私の意見です。あの本当はそうだと思います。はい、あのもうお決めになったっていうね、我々はいろんなことを言えませんけどもね、だからこれ宮内庁で本当にね、具体的にあのまあ本当に言うと、その西部先生はね、高等とか皇室っていうのはフィクションだって言って、よく私飲み屋の見解っていろいろやったことあるんだけども、ただそういう意味での良き、そのさっき言った国体の中におけるそのね、あの物語というかね、あのこういうことを我々はリアルなものとして信者のリアリティとして全部受け取ってきたって、リアリティというのは必ずしもここにこれがあるからっていうリアリティじゃないというね、あのそこが日本人の想像力っていうか優れたところだと思ってるんですけど、今言ったように一つ一つが一個一個、皇室のね行事が三浦さんがおっしゃったように、じゃあ平成天皇がまあまあご高齢ですから、あのいずれはお隠れになるという、ね、ことはあるけれどもね、あのそういう意味で言うと昭和と平成の違いがね、うん、あのはっきり言うと我々はまざまざと見なきゃいけないことになるんじゃないかなという、今竹内さんおっしゃった、ね、ことなんか本当はなかなかねあれですけど、うん、そうなんですよね本当はね、うん、まあ、まあお気持ちですからねこれね、あれですけど、うんうん、はい、ちょっとこういう、まあ、日本のねいろんなあっち行ったりこっち行ったりしましたけど、
我々の国がそれだけその本当に素敵な国なんだってことだけはね、皆さんはご自覚いただいていると思うんですけども、もう時間がだんだん上がってきましたが、ちょっと一人一人がまた一つこの日本というものについてのね思いを語っていただいて終えたいと思いますけれども、じゃあ竹内さんから。はい、ちょっと目新しいことは言えませんが、まあね、日本人素晴らしいの、こういうところは素晴らしいっていうのはいいんですけど、それ本当通用しながら江戸時代にね、先ほど三浦先生おっしゃったように培われたものであるわけですから、そこに適応したものである、あるわけですから、ちょっと今のもう鎖国を解いて明治になり第二次世界大戦で敗れたと、ここまで来たらばやっぱり そうは言ってられないと。だからまあ、これ本当に難しいんですけど、これやっぱり一番最初に戻りますけど、名もなき人たちが行動しないとどうしようもないと私は思います。そうですね、はい。でまあ、ちょっとこれは余計な話かも、さっき今度の安倍首相の国葬の時、武道館の周りを反対派が多分デモするだろうと、でそれに対抗しようと保守の、まあ、本当に名もない方なんですけど、賛成のデモをやろうって呼びかけてらっしゃいます。でそのくらい私は日本人おとなしくしてちゃダメで、それぐらい動かなくちゃダメだと思うんですよ。別に呼びかけてるわけじゃないけど、本当にそれぐらい、だから外国で時々、まあ、ヨーロッパなんかでいろんなデモ起こりますよね。普通の人が別に特に思想的にどうこうじゃなくって、それを本当にやんなくちゃダメだと思います。でも私言ったらちょっとね、実はこれ奈良で実は我々は追悼デモやったんですよ、はい、これは無言で半旗を掲げて黒いリボンつけて、あそこ の暗殺された場所と護国神社ですね、奈良 のそこまでずっと歩くことをやりましたけど、ただ私当日にね最後とワーワーやるっていうのはちょっと今一つね、ちょっと乗らないというかね、うん、まあ、それはそういうやる人たちもいるだろうけど、利用される可能性があるっていうね、そっちの対立でね、マスメディアがそれを宣伝するっていうね、我々ははっきり言えば本当に静かにその見込む国民としてねっていう気もちょっとあるんですけどね、その時間、それは当日じゃないです。え、当日ではないです。あ、違うんです、はい、そんなのはじゃないです、うん、はい。まあ、武道館の前でワーワーね、あ、もちろん、まあ、それは見せないっていうのは、もちろんもちろんもちろんです。ああ、そうですね、はい、それ分かってらっしゃいます。ああ、はい、あ、間違えました、失礼しました。いえいえ、だから我々も一回そういうの奈良でやりましたんでね、思いますのと、もう一つは政治的な、だから今度は正常化、国交正常化50周年というものに対して明日、うん、あるいは23日我々ちょっと反対のデモというかね、これでやりますけど、こっちの問題については一応控えることに しました。まあね、いろんな考え方ありましてね、その遠慮なくやるべきだとね、ということなんですけど、まあ、ちょっとそういうこともあります。ご理解いただければと思います。はい、では川口さんお願いします。はい、冒頭に私がもう今年で40年もドイツに行ってから経つということ で日本にいるとやっぱり日本人であるという自覚はなかなか持ちにくいっていうようなことを申し上げたんですけれど、最後はやっぱりその具体的なことで私が感じていることで締めたいと思うんですけれど、ドイツでもうかなり生活し始めて、で普通の他の人たちと同じ生活をして、ご飯買い物行ってご飯作って子供幼稚園連れて行ったり学校のあれに行ったりっていう、もう本当にもうそこのところは全部同じにもうなっちゃってたんですよ。ただね、ふとねこう後ろを振り返った時に自分だけ道がないっていう感じをすごく受けて、なんていうのかな、他の人たちはみんなその私と共有しているそういう生活っていうのはもちろん同じなんだけれど、彼女たちは幼なじみがいたり小中高大学の友達がいて、その人たちと会ったり、あと親戚とかいろんなのがあって、であと近所の昔の近所の人っていろいろなものが後ろにあるのに、私だけ後ろ見ても何にもないっていうものすごい不安な感じがねあったんですね。でそれっていうのがやっぱりその
自分の歴史であって、それはずっと後ろまでつながってるなんか根っこみたいなもんだと思うんです。でそれを私は僕なんかね、日本にいてそれが親戚だとかなんとかあったら、うん、もう面倒くさいっていう方が先に立つんじゃないかと思うんですよね、うん、だからなんかそこら辺の感覚も全然違って、私が日本に帰ってきて、それで親戚なんかに声かけて、いとことか結構たくさんいるので、一緒に一回集まりましょうって子どもたちも呼んでみたいなこと言うと、もう面倒くさいから言わよって言われることがあって、だからそこら辺って面倒くさいものなんですよ、それって多分そうなんですね、囲まれると。だけどそれがなくなった時どんなに不安っていうか寂しいかっていうのはないから分かったことだなっていうふうに思うんですね。でそこでさっき茂木先生おっしゃったのかな、日本の基本というのはそのお互い様であるとか、それから過去の共有であるって、それまさにそれだと思うんですよね。それがだから私の今日のこれが日本とは何かって言われたら、私もそこがこれが日本だっていうふうに思います、うん、ですね、うん、ちょうど小津安二郎の東京物語っていうのはね、もうだいぶ前の作品ですけど、そこのあれが崩れていく、ね、姿を見て本当に愛しい、悲しい、なんか懐かしいね、ああいう映画で、あれはでも門川さん外国の方にもすごい分かるみたいですよね。そうでもないですか。また変な話ですけれども、初めて日本に来て、初めてその岐阜のホームステイのところで茶舞台で、本当に人生初めて日本での食事になりますけれども、なんとなくくつろいでいて、ここが私の場所だと勝手に思っていて、いやこの国来たこともないですし、言葉は分からないですし、でもなぜかこの国が私のホームだと思っていて、多分あらゆる人間がそれを求めているのではないかと思います。それが我々のあるべき姿 で先ほど浜崎先生がおっしゃった生きていることがすごいって、そういう感覚私もそうだし、我々人間って生きるはずです、死ぬはずがない、生きるはずです。それが我々の、まあ、人間の姿で、日本に来て初めてそれを実感した。なるほど。あらゆる人間がそれを分かると思います。なるほど、ね、多分そうだ、その家族のぬくもり、はい、多分分かると思います、うん、それはね、ずっと残したいあれですよね、本当はね。はい、はい、三浦さん、いかがですか。そうですね、ちょっとお話ずれて申し訳ないんですが、第一部で茂木先生がですね、やっぱ戦前の大アジア主義というものの過ちということをおっしゃって、確かにおっしゃる通りなんですよ。それがある意味敗戦の僕は原因の一つだったのではないかと思うくらいなんですがね。ただ一応ですね、時代背景としてはやっぱり当時やっぱり人間が人種として見られてた時代なんですよね。そうなんです、はい、ですからアジア人という形で、まあ、この言葉が適切かどうか分かりませんが、少なくとも有色人種が団結しなければ白人に対して力で抵抗できないという意識が、白人いわゆるヨーロッパ近代に対抗するためにはそうでない価値観が全部まとまらなくちゃいけないという意識があって、おそらくそれがアジア主義というものを生み出したんだと思います。ですから茂木さんの反論ではなくてですね、やっぱり同時に冒頭で私やっぱり僕はウイグル人やモンゴル人、チベットの方ともですね、やっぱりどうしても違和感を持ったり、相手も僕に違和感を持っていることも確かなんですが、現実に中華帝国主義というものと戦うためにはですね、やっぱりそこではアジアの連帯っていうのは韓国も含めて僕は不可欠になると思っていますので、やっぱりそういう問題点は今でも残ってるだろうなということが一つと、さっき一言だけ申しますと、私が今の皇室を否定するように誤解されると困るのでやっぱり申し上げますが、やっぱり金城陛下とまた上皇陛下はまたやはり昭和とは違う皇室の在り方を模索されたわけですから、その中にはやっぱり汲み取るべきところもあるし、やっぱりこう皇室が浜崎さんのおっしゃったこととイコールかどうか分かりませんが、あまりにも絶対化されたことによる悲劇というのを一番骨身に染みて語らなくても分かっておられたのはおそらく上皇陛下だと思いますね。それがやはりもう少し皇室というものを少し実際の国民感情に近づけていかなければ間に入る人間に全部利用されてしまうだろうという、まあ私ごときが
お心をおもんばかるのは非常に非礼なんですけれども、そこにはやっぱり正しいものも随分あっただろうというふうには思います。それがやはり今回 の女王陛下 のお葬式に行きたいというのもですね、やはりその辺の感覚のもたらしたもので、やはりこう陛下の自分のお心というもの、それをある程度日常的な大衆の感覚、民衆の感覚と近づけていかないと、やはりまた政治利用されてしまうというお気持ちがあるのかなと、まあ、そんなことはちょっと思ったりもします。はい、ありがとうございます。では浜崎さん、じゃあどっちでいいんですか。いいんですけど、年は多分茂木さんなんで。じゃあ茂木さん、じゃあお願いします。はい、すいません。日本と何か、二千数百年間圧政と暴力、破壊と殺戮の続いたユーラシア大陸からの避難民が太陽の昇る国にどんどん逃げてきて、でなんとなく一緒に住んで、なんとなく血がつながっていって、そしてゆっくり時間をかけて日本人、日本語ができてきました。ですからその家族みたいな国ができてきたので、これは世界史の奇跡だと思います。でその基本となるのは、今日前半すごく僕は胸に染みたのはお母さんの話で、やっぱりその家族みたいな国家の基本は本当に家族ですから、小さいお子さんのいらっしゃるご家庭ではですね、お父さんお母さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃんはですね、ぜひその子供たちをですね、抱きしめてあげてください。でうちは子供いないんで猫を抱きしめます。以上です。はい、ありがとうございます。浜崎さん、じゃあ、はい、これ最初 の竹内先生の話にもなるかもしれませんけど、まあ危機的な状況の中で戦わなきゃいけないですよね。でも今までの議論っていうのは結構日本人は家族国家だから、うん、なかなか戦いに向かないというところは確かにある。でただまあ思い出すとですね、首脳交渉やってたわけだから、でその時って死はやっぱあったわけですよね。で死と農交渉の決定の違いって、農交渉は利を追い求めてもいいんですよ、まあ、目先のって言った方がいいかな。で死だってもちろん利なんだけど、目先のではないんですよね、大きなってことです。でその感覚で言うと、死を中心にして明治維新をやろうとしたんですよね。だから例 の福沢諭吉の有名な、別に僕が言うことでもないけど、一心独立一国独立っていうのは、一心独立ってもちろんあれね、武士の話ですから、武士道が背景にあってようやく近代個人主義でそれを接って接続しようとしたというところがあると思う。でだからやはりどっちにしろ僕たちはないものねだりはできないので、西洋ヨーロッパのような個人主義をやろうと思ったって絶対できないので、じゃあどういうふうな形で戦う個人、戦う意思を作るのかという時に、やっぱりそこにヒントを求めるしかないんじゃないかなと僕は思っています。でね、面白いのは武士道って、だからなんかマッチズムみたいにこう見られちゃうところありますけど、よくよく読んでみるといろいろ結構面白くて、いや結構どころじゃなくてすごく面白くて、これ僕は言うまでもないですけど、2つやっぱり思想的源泉があると。1つが禅、もう一つがやっぱり陽明学なんですよね。でね、まあ、簡単に言いますよ、本当簡単に言いますけど、この2つってつまり直感なんですよ、まあ、小林のじゃないけど、ね、この直感も簡単にもうちょっと言います。例えば、中ならんとすればこうならず、こうならんとすれば中ならずって状況ってありますよね。これ朱子学じゃ解けないんですよ。なんでかというと中高一致だから。だけど中とこうがバッティングする時がある、つまり危機的な状況ですよ、右か左か分からない。その時に私たちは胸に手を当ててですね、正直に素直に真心で感じるしかないんです、何が大事かを。だってそれはシステムじゃないから。だから我々は直感力を磨いてこなきゃいけなかった。でそのことによって死習いとか股抜きとかいろんなことやってた、つまり死と触れてきたわけですよ。死と触れるということは自然と触れてるわけです。つまり私たちがシステム化できないようなある無限の自然と触れるということを、わざわざ日本人はどっかで回路を作ってきた。そのことによってある空気やあるシステムやといった意味や概念やというところから距離を取ってきたんです。もちろんその概念の最たるものはもちろんイデオロギーですから、イデオロギーから距離を取ることが日本人の倫理だった、それが武士道だったんですよ。それをね、やっぱもう一回取り戻しながらというか、まあ、思い出しながら、私たちの倫理をもう一回そこに立ち上げなければならないなというふうに、まあ、思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ね、ハンクレに死に狂いというのがあるけど、はい、竹内さん、最後ちょっと私がコメントするのやめて、人が勇気を持ったり
こういうことを立ち上げる、何かこういう動物行動学的にこのあのなんでこんな腰抜けになっちゃったんだろうと思いあるんですよ。まあ、もちろん教育があるけど、日本人はもともと別にそんなね、死を恐れるとかそういうこと自体臆病な国民ではなかったっていう歴史見てもね。でもなんでこの77年間はひでえこう男ばっかりになっちゃったんだろうっていうね、正直あるんですけどね。理屈言うんですよ、弁解を。なんかいくらでも、ね、臆病者はいつだって逃げるときはあの自己肯定しますからね。あの別にその私がじゃあ勇気があるとかそういうことじゃないですよ。ただそういう意味では本当に弁解のうまいやつばっかり増えてね、何もしないあの人が増えちゃったなって感じがあってね。どうしたらいいですかこれ。分かんない。でも私今浜崎先生の武士道、あ、そうそう、それを忘れてたなと思い出したのは確かです。教育しかないか。じゃあ教育しかないですか。今日でもね、間に合わないですよね。それをどうするかをずっと考えて、今日のテーマ、日本人とは、日本とは日本人とはですけれどもね、私も一貫してその皆さんまとめに入っておられるけど、やっぱまとめてる場合じゃなくて、具体的にどうするかは本当に本気にならないといけないっていうのがひたすら私の結論です。あのだからね、やっぱりお母さんが子供を守るためには本当に命がけでね、まあ、動物もそういうのあるじゃないですか。そうですよね。あの いろいろ野獣もそうだし、まあ、いろいろあの霊長類もそういうところあるかもわかんないしね。そういうところを発揮する、そこですよね。分かりました、うん、社長。だからあの私たち一人の個体っていうのは、あの個体があって遺伝子があるんじゃなくて、あの遺伝子が時を超えて時間の旅をするための乗り物が私たちここの個体なので、うん、そうですよね。まあ、これリチャールド・ドーキンスみたいなもんですよね。そうなんですよ。ってことはですね、一番強いのはもうすでにあの乗り移ってる子供とかですよね。でも乗り移らせちゃって、もうその子がだいぶ育っちゃったら、もうこれは遺伝子にとっては前の乗り物はいいんですよ、どうなったそう。ということは、この個体自身もその子の新しい乗り物のためだったら命を投げ出せるわけですね、うん、それがまあ母親とかなわけですよ、うん、これはもう絶対覆すことできない本能ですから、うん、そこを利用するっていうのはあの一つの手ですよね。それぐらいしか、なんか死に物狂いで何かするって言ったらそれぐらいしかないと思います。いや本当にね、どうやったらみんなね、やる気を起きてもらうかって、ね、いや、そうなんです。一言なんですよね。まあ、この間先々週の討論で尖閣諸島があの、まあ、多分11月12月一番危ない、台湾を侵攻するってほとんど考えられないけどね、うん、あのいろいろちょっかいを出しても、うん、ただ尖閣諸島は一番やりやすい。習近平があの党の代表になったお祝いとか、あるいは11月の中間選挙の様子見てとか考えた時、尖閣に200隻の武装漁船を囲んだら、それで上陸して海警も一緒に上陸したら、もう全くあの日本の海上保安庁や自衛隊何もできない、まあ、内閣そのものがやる気がないから、結局それでメンツをやって、多分私は習近平とかあの中国共産党頭いいから一回引き上げちゃうと思うんです、うん、一回占領してから、うん、そうするとね、うん、もう長い目で見て、うん、我々は日本と争うつもりないから、うん、もう一回占領したけども、うん、平和のために島から一回出てくよとかね、うん、こういうやり方しながら完全に次は今度また一個一個あの住むようなやってって、もうそういうこと目の前で分かってるのに、日本の政治家は想像力ないからやらないですね。まあ本当にその時日本の国民が立ち上がるんでしょうかねと思わない。正直私はずっと32回尖閣行って、また来週行こうと思ってますけどね、3隻我々行けないけど3隻の久場島まで今度は行こうというね考えてますけど、あのなんかいろいろなことでね、できることをみんな考えてやっていけたらなと思いますけどもね。はい、ということで今日は、日本とは何かということで、皆さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。以上です。ありがとうございます。
象に